あ、これ僕の声だけ入ってる、やべえ。はい、配信開始したよ。はーい。いいや。映したい。映した。皆様。皆様。コンコンだ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 。コンだ。コンコンだ。コンだコンだの。コンだコンだの。ジムちゃん似合わない。ジムちゃんが苦笑いしてるだろう。ちょっと男子。男子は。男子黙ります。はい、じゃあどうしますか。コンタ君がじゃあ温度取ってくれるのかな。わかりました。温度。そこ突こうとこ。じゃあですね、今から本日はですね、セルフジュニックドーキーズのコードネームにようこそ。ようこそ。ダメだ。はい、コードネームというのはテーブルゲームでございます。後々ね、ルールの説明もございますので、知らん人も安心してみてください。はい、ではですね、どうしよう、音量チェックしてもらいたいから軽く自己紹介してもらおうか。はい、はい、じゃあ、天使ちゃんからお願いします。はい、お嬢様と小麦粉大好きだ天使メイドの小麦田天使です。今日は元気にスパイをやっていきたいと思います。あにゃあやたか好き、ありがとうございます。あにゃあやたか好き。一連の流れないとわからんやつ。レパートリー増えてんな、いいな。いいな。ヨドさんもやってほしかったんだけど。うん、お茶入れますね。あにゃあやたか好き。自由してるな。いいな。よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあ本日枠取ってるネムピー。はい、ちょっと至急僕の枠にも遊びに来て音量をチェックしてくれる要因を含めております。ちょっとこっちにも来てください。音をね、誰かチェックしてほしいので、僕の枠を見てください。お願いします。はい、というわけでちょっと謎かけしていいかい。謎かけしていいかい。ちょっとよ、ネムッチ来ちゃう。うん、昨夜胃腸炎だった僕とかけまして、はい、番組出禁のとにかく明るい安村と解きます。出禁も、はい、その心は、どちらももう吐いてませんよ、眠っちです。さっき思いついて言いたくなるに鮮やかな。すごい、そうに大丈夫大丈夫か。眠っちだいぶえぐいやつ、眠っち思いついたから言いたかった。はい、今日は枠取ってるうちの2分の1の眠すけです。コードネーム経験者ということで、コンタ君と僕だけっぽかったので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあネコロ。あ、ちっちゃくなっちゃった。はい、ホラーゲーム大好き。ガルチの謎かけは、なんだっけ、猫耳セルフ。猫耳セルフジニカミショーの猫のガールです。よろしく。お前スパイか。お前マスクスパイかも。まさか。いや、こうやってね、油断させていく、そういうことですね。そう、ちょっと寝起きだからまだ頭が回ってないけど、コードネームじゃない、そう、コードネームね、初めてやるから頑張ります。よろしくお願いします。忘れるガルちゃん。はい、ありがとうございます。こんばんは。音量バランス聞いてる感じ大丈夫そう、ユオピス。ということで、どうも皆様。ポン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 。こんばんは。犬飼です。あれ、みんな挨拶忘れるパターン。ちょっと釣られちゃったかな、僕に。そうですね。今回は、スパイがテーマになったね、こちらのゲームで、ギャフンと皆さん言わせてやろうかなと思います。あにゃ、ピーナッツ大好き。クッキーモンスターじゃねえか。お願いします。クッキーモンスター。お願いします。あらららら、あらららら、あらピーナッツ大好き。はい、あらえたか好き。
アーニャが量産されてポンポンポン。オーナーですね、僕かな、僕の、自己紹介だな、この順番だと。はい、ライブ 2D つやつやセレフジニック VTuber のセミコンタでございます。本日はですね、僕とネムピーの枠のみですので、皆様2人のコメント欄で暴れといてください。音量チェックをよろしくお願いいたします。あとスパイマスターの経験者がマジで2人しかいないので、とんでもないことになる可能性はあります。よろしくお願いいたします。確かに頑張っていこう。お願いします。お願いします。ではジュムちゃんお願いします。はい、もちぷにイラストを描くのが大好きなセルフジュニックのジュムと申します。なんかこういう頭を使うゲームあんまやったことがないので、ルールをちゃんと守れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジムちゃん強そうだけどな。でも確かに頭使AI のベリストの時とかもうまかった。レギュレーション違反の心配してて笑っちゃった。ルールを破壊する気なのか。ルールなんて破壊しようよ。破壊するためにあるんだよ。ルールなんて破るためにあるか。そうだよ、怖いよこいつら。なんぼだよ。はい、では最後レンカちゃんお願いします。はい、目でやらせてもらってますレンカです。よろしくお願いします。普段脳筋で生きてるんで、多分こういうゲーム苦手なんですけど頑張ります。はい、いざとなったら背中に背負ってる刀でカードをね、ぶった切られたら本当に納金にしてこや。任せろ任せろ。はい、ほなですね、コードネームのルール説明いきましょうか。よいしょ。僕の画面にルール説明、めちゃくちゃ最後のページ映ってるわ。はい、ネムピンとこも大丈夫かな。オネチェックみんなありがとう。説明映した、ありがとう。いや、ネムピンのところなんかちょっと何、こう自動でスライドされててすげえおっしゃーって思いながらルール説明をしてる。ルール説明聞いてる時も自動でスライドしてるわこれ。それね。まずいまずい。ずっと何秒かおきにずっとスライド変わってんの。はい、慈悲のない。本当だ。慈悲はなし、自分でうずけ。はい。はい、ほなですね、ルール説明するよーん。コードネームとは、2チームに分かれて25枚のワードカードから自分のチームの正解カードを当てるというチーム対抗戦ゲームです。先に自分チームのカードを全て取ったチームが勝ちです。これがコードネームの一覧だ。味方のエージェントを探すわよというわけです。はい、イラストのイラストを使っております。やってくれた。はい、では次のページ、役割ですねがあります。各チームに1人ずつスパイマスターっていうのがいます。お邪魔します。スパイマスターにはこの左のように色がねついてるように見えるんですね。はい、で赤というか、まあ、オレンジなんだけどは赤チームのカードで、青いカードは青チームのカードで、ベージュはハズレです。で、黒はもうなんかもう選んだらダメなカード、即終了のカードになってます。スライドとどまりません。でもあかんカードね。そうそう、絶対あかんカード。で、スパイマスターはチームに1人だけなんだけど、それ以外の人は諜報員と呼ばれるメンバーで、その人たちは色は分かりません。こんな右の感じに見えてます。なので、そう、スパイマスターはカードを選ぶことはできないんですけど、味方の諜報員にこのカードが自分のチームのカードだよっていうヒントを与えることができます。はい。では、次のページに。で、スパイマスターはヒントで短い言葉と当ててほしいカードの数を示すことができます。まあ、なのでこう複数の正解のワード、自分のチームのカードを引けるような言葉をヒントに出しましょう。まあ、なんで今この例だと、この巫女と花嫁で女性っていうヒントを出そうっていうので、下にねこの女性って書いて、この数字の2っていうのを出します。まあ、そしたら同じチームの人たちは、この花嫁と巫女ってやつがこのヒントのことなんじゃないかっていう推理をします。はい、で、それで推理してカードをめくっていくっていうゲームなんですけども、この諜報員たちはこのヒントに出された数字プラス1枚までカードを選ぶことができます。ただし外れのカード、自分チームじゃないカードですね、選ぶとターン終了しちゃうんですね。
なんで、うん、なるほど、まあ絶対これが正解だっていうカードから引いていかないとなかなか戦略いるな、まあ、損しちゃう形になってます。はい、で相手チームのカードだったら相手の得点になっちゃいますね。お運が5ですね、うんうん、はい、で黒のカードだったらもう引いたチームが負け、即負けです。怖すぎ、怖すぎというゲームになってます。簡単だね、はい、簡単だね、簡単だね、知性派なんで我々。いやそうね、はい、メンサだからメンサはい、メンサだからな。はい、行くよ、はい、行くよ、次行くよ。はい、わかりやすい。はい、でね、こうやって、うん、あのターンを繰り返しやって自分たちのチームのカードをゼロにしたら勝ちです。うんうんうん、味方と協力して勝ちましょうというゲームでございます。うん、大丈夫でしょうか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫だ、はい、大丈夫です。ほんなんね、早速やっていきたいんですけども、うん、はい、チームをどうしようかな。どうする、ランダム、ね、ランダムなチーム編成にしたらこれスパイマスターも勝手に決まるのかな。ランダムはいけるんじゃない、勝手に決まるかも。いける、自制派だよ。だってそうだし、やってみる。うん、そこを踏まえて楽しんじゃっていいんじゃない、うん、いいかい。じゃあ一旦ランダムなチーム編成をやってみるね。うん、うん、はい、頑張るか、枠。俺どこ、スパイマスターはあれだね。これどうなの、己で名乗り、この、そうだね、今、赤チームがネムスケさん、犬飼いさん、レンカちゃん、ジュムちゃんになりました。はい、で青チームに、僕と、天使ちゃんとガル君、あ、妖殺ファイヤーだ、うんうん、妖殺ファイヤー久しぶりじゃん、まあ、まさにその感じの入りだと。確かに幅卒じゃん、幅卒負けちゃうや。妖卒ファイヤーが頑張ろうね、妖卒だから、ね、頑張ろう、うん、はい、じゃあチームの中で一人スパイマスターを決めるということですけども、スパイマスターどうする、いや、どうする、頑張るぞ。そうだよね、なんかやりたい人いる、うちのチームスパイマスター。ルール分かったでしょ。分かった、ちょ、自主性を重んじるからさ、レッドチームはやってみようかな。自主性、じゃあちょっと預けますよ。いやいや、信頼しますよ。じゃあ犬セロリ、猫行け。任せろ。え？君の活躍で猫で行け。このチームはどうなるか。え？それだけ僕。え、ガルちゃん、そっちチーム。はい、頑張れ。頑張ってね。あ、僕、僕よろしくお願いします。一応ガルちゃんがスパイマスターね。いくつか事前に確認したいことが。はい、はいよ。なんだ、もちろんもちろんだろうけど、うん、ブラックのその引いたら一発アウトのカードに関する情報を言うのはなしだよね。その具体的なキーワードもだし、うん、あ、そのこれが黒だよって匂わすのはダメ。そうそう、それこそなんか黒のカード女性かもみたいな言うのすらなしだよね。ミュート方式だっけ。あ、そうか、そもそも、そっかそっか、ミュートで、そっか、テキスト打ち込むだけか。そうだから、ヒントしか引いてほしいカードじゃないですか。あ、じゃあヒントしか入れられない、の文字しか入れられないと、と、それ以外は孤独な世界、それ以外は顔で見せるみたいな感じですか。なるほど、顔でね、確かに顔芸、顔芸でね、顔芸ね、超ビレー 3D モデルでね、寝たいけど、やってもらうから。はいはいはい、じゃあ赤チームのスパイマスター、じゃあこれいいのか。スパイマスター、じゃあみんなの僕の作ったこのバッジを頭につけてください。天使ちゃんと僕がこの情報を言う。コンコンターサムで可愛すぎたマスに頑張ってください。サイムマクシー1戦目さ、あ、間違えた、体の動き1戦目さ、初戦だからさ、ミュートにしないでやってみるっていうのも、あ、そう、あ、なるほどね、ありかも。初戦、初戦だからね、うん、もしかしたらさ、悩んじゃって相談したいこともあるかもしれない、スパイマスター側が。ちょっと一個わかんないのがあるんだけど、調べていい？それは調べていい、OK にしようか、キーワードは。調べていいんだ。じゃあ今日のローカルルールとして、知らない単語は調べて OK で、スパイマスターは、じゃあ基本ミュートだけど、なんか寂しくなったりさ、話しに来てもいいとかにする？緩めの、緩めのミュート。笑うとか。あ、そうそうそう、オッケーみたいな。あ、じゃあミュートにしないでもらった方が楽しいか。そうだな、笑ってもらうのが一緒に、
分かった、スパイマスターと余るね。匂わせなしね、うん、じゃあ笑顔で笑い声で匂わせなしで、ね、人力ミュートということで人力ミュート、スパイマスターいない方がね、スパイマスターのこと勝手に好きがって言えるから楽しいけどね。どっちでもやりたいね、なんで、はいはい、初戦だけ一回ミュートなしでやってみようか、まあ、とりあえずやってみますか、うんうん、はい、オッケー、まあ、あとはヒントの出し方とかは今日はあれかな、うん、なんかそのまま例えばやられた、捉えきれなかったね一人スパイやられてない、ちょっとスナイパーに撃たれちゃった、ね、失礼いたしました、すいません、コウト君どうぞしかもレンカちゃんだったんだ今のなんかこう日本語英語に言い換えるだけとかのヒントは基本的にはスパイマスターではなしなんし、ちょっと簡単すぎると思うので、それはなしにしよう。例えばカバンをやるなのっていうとか、そうそうなの。オッケー。まあ最終的になんかカードが1枚になることもあるかもしれないけど、なんかこう決め打ちで卵をエッグって出すとかはなしにしよう。あれは言い換えだけはダメ。文章あったら面白いと思う。その長い文章にのヒント OK かってことだよね、うんうん、かしこまりました、はい、単語以外もじゃあ OK ってことね、そうそう、あんましあれだね、直接なのはなしってことね、そう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 、直接なのはなし、うん、でもあのヒントのなんかね、あのひらがな漢字カタカナはとか長さとか自由で難しそう、じゃあパッションでいけるってことだ、そうパッション OK、 なるほど、パッション OK です、 OKOKOK、 パッションね、パッションで、はい、でいこうか、マーカス、マ、マ、マカスロマカスズラ、いいとこだな、チーム死んだわ多分大丈夫大丈夫、どうにかなる、おい任せろ任せろよ大丈夫任せろ、 OKOKオッケー、はい、じゃあ、あのゲーム開始しましょうか、青からなんだね、青から、そうだね、青チームのマスターがヒント出す、あれじゃない、あれじゃない、あのコメント、コメント見れないみたいな話しておいた方が、あ、そうだった、あ、そうだね、基本的に僕とネムスケさんが枠を取ってるので、うん、僕とネムスケさんが、うん、それぞれスパイマスターしてる間はその参加者はちょっとコメント見れない感じになります、はい、リスナーさんがね、うん、スパイマスター目線でコメントをしちゃうと思うので、うんうんうん、情報員がそこからね、こう計らずに情報を拾っちゃうかもしれないから、なるほど、それだけね、僕の枠はコンタ君の配信枠のコメントも、うん、僕の枠の配信コメントも拾ってるから錯綜するよ、僕のコメント欄見ても錯綜するから、オッケーです、別チームだから入れなかったうちはちょっと、僕が自分ちの配信のみになってます僕が、はい、そう、ネムピがスパイマスターで僕が情報員だったらコメント欄がカオスになっちゃうからなと思って入れませんでした、はい、はい、そんな感じ、オッケー、これ気をつけなきゃ、じゃあ第一戦ですか、はい、じゃあ突然してる間にガル君にはヒントを考えてもらおうかなと、オッケー、もう考えたよ、はい、おやっぱできるんだよな、そうだよ、うちのチームよ、いや、できたかせんやろ成果物がカオスコメント枠だけだった、カオスでもろていいですか、いくよ、はい、はい、いきなりファッションな感じがすごい、いけー、みんな操作のヒントを与えますけど、この手のマークを押すとめくっちゃいます、あー気をつけてね、はい、で手のマークじゃないところ、うん、例えば どうしよう、ちょっとキラキラっぽいやつ、あ、じゃあ鏡っていうところで、この手のマークじゃない部分を押すと、うん、こんな風に僕はこれだと思うなっていう、こう名前が出ます、意識の共有が来ますね、はい、なるほどね、頑張れ金金頑張れ、これでしょ、まあ、うちのチームも別にチャチャ入れて OK ですからね、まあ、鏡もそうだし、 あと一個なんだ、あと一個、あ、貝殻、貝殻、貝殻、嘘ついていいからね、うちのチームは、いくらは、うん、糸ペンタゴン、ペンタゴン、いくら丼キラキラしてる、うん、いくらってめっちゃ輝いてるけどな、男ならワゴン車磨くよなみたいな、あ、でもスーパーヒーローもキラキラ、結構キラキラ多くない、スーパーヒーローってキラキラしてる、待って、こっちさ、どれが当たりだ、どれがワゴン車か分かんないから、自爆する可能性ある、そう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 、あの、いいよ、適当ね、でも貝殻かな、美しいイメージ、イメージだけは言わない方がいいか、そうね、あ、そうだね、びっくりマークの量が気になる、めっちゃ、あ、キラキラ、すごいキラキラなんじゃん、本当のマジでキラキラなんだね、すっごいキラキラなんだね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、やっぱでもスーパーヒーローじゃない、
キラキラで、スーパーヒーロー、ね、僕ティンカーベルやっぱ俺食べるから、でもスーパーヒーローとあると思う、アイアンマンみたいなことでしょ多分。あでも海外のスーパーヒーローだったらキラキラしてないぞ、キラ感はスーパーヒーローの方が高そうかも。貝殻ってそんなマットじゃない、ちょっと表面マットかな、うん、内側じゃないキラキラは、物によるんだろうな、なんか物によるけど、キラキラ外からパッと見た時はすげえマットじゃない、でも結構キラキラしてないかこれ、めっちゃ考えてくれてる、なんかオーロラっぽく光る、中はさ、そうそうそう、なんか中側でしょ、でもこう秘めたるキラキラみたいな、だからこういうアピールがねでかいから、その外から見てめちゃくちゃ輝いてるっていう感じなんかなってちょっと思った。なるほどね、誰がもうどの角度から見てもね、やばい、え、でも 3個あるから確実なやつめくっていく、うん、どれが確実なんだ、でもこれ金めくろっか、ま、金はそうだろう、めくります、めくります、金ばっかだよ。あー、オッケーオッケー、あー、キラの頭だ、当たりってことね、なるほどね、このおっさん、ね、このネーム金だったのか、人の頭がね、はいはい、頭が金、この頭を見て金っていうコードネームついたってコードネームだ、ね、さん、むしろ金みたいなやつが金太郎とかいう名前なんかな、やばすぎる、うん、あでも2番目なんだと思ってんの、え、でも鏡かな、鏡はキラキラではあるよね、鏡キラキラしてるか、まあでもメイクボックスの鏡とかはめっちゃ汚いけどね、トゥザベー、わかるわリアルリアルだね、わかるわ、わかるわ、めっちゃ汚いけど皮脂汚れ、じゃあ鏡より何がキラキラしてるって言うんですか、やっぱスーパーヒーローじゃない、スーパーヒーローのか、少年の心俺はスーパーヒーローには輝いてってほしい、キラキラ、じゃあキラキラな位置にいてほしい、めくってみてよ、おおちょっとガレちゃんは少年の頃に持ってなかった、どうしておい見てろって、うちのスパイマスター多分6ぐらい来るから、誰だよスーパーヒーローって言ったやつ、6ぐらい来るからね、6ぐらい来ちゃうか、うちのちょっと待って、どうして倍は行くよ、倍は、デインちゃんの顔見てヒーロー輝いてたんだよ俺の中では、どうしてあいつレッドチームに移籍するぞ、次の日も輝いてたね、でも待って、じゃあ何、鏡と、じゃあどうしよう、貝殻、この時はじゃあ考えといてもらおうか、今のこの雑談の間に、嘘でしょ、いきます、はい、お願いします、指示が来るぞ、うちの諜報員に私たちのチームのスパイのはい、ヒントを与える、はい、これだ、移動、お移動、お移動、乗り物か、2は弱えよ、2は弱、2は弱えよ、確かにちょっと2に復帰が弱いな、うちのチームあ、ひよってるってことね、はい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 、残念だな、ひよってんね、1枚しか当てられてない奴らが何言ってんだ、でもなんかさ、潜水艦も移動するけどね、なんかいっぱいあるけど、いっぱいあるよ、2個しかないのか、あるある、ブーツだって移動する手段だからね、これ履かないといけないじゃない、マスター弱すぎじゃない、ちょっと待って、絞り切れません、絞り切れません、だってさ、すごい意見だって馬だよな、なんで意見割れてるよ、すごい割れてる意見言ってるじゃん、すごい意見割れてる、前って言ってるじゃん、風って風に乗るってこと、そう、風に乗るってこと、だから風の旅人だもんね、僕らデブスケセンスで風に乗るのでもポケモンでの移動手段っつったら空を飛ぶ、確かに確かに、何を言ってんの、移動できんの、これ感受性豊かじゃなきゃダメよこのゲーム、いけー、すごいなんかどれも移動できそうな気がしてる、板も移動できそう、移動っていうちょっと使いましたね、板でも移動できる、いけるいける、板みたいな、スパイダーマン糸でさ、俺もうこのスパイチームやめたいな、俺もうこの諜報員たち扱えない、結構あれだよ、移動だよ全部、移動だね、移動だな、いやメールもいける、メールもいける、移動いけるいける、データの移動ね、あ、エアリー、あ、データの、メールじゃなくてデータ移動してんの、移動してんの、データの移動だもん、めちゃくちゃセキュリティがやばいな、センターもそうじゃん、結局はどうするこれ、問い合わせってこと、とりあえずなんか単純そうなワゴン車とか、とりあえずでも乗り物が熱いか、うん、ソリとか熱いかな、でもさ、それでも 2個以上あるよね、確かに確かに、何考えてんの、どうしよう、移動、移動、実際じゃあ今この枠が
あの文字が書いて名前が書いてあるやつでいらないってやつだけ消してこう。わかった、川は移動じゃないか、運河だけど。割と、そうですか、川ってめちゃくちゃ移動手段じゃないですか。まあ、1票のやつ僕しかいねえ。そもそも僕たちが乗り物が優先じゃねって思ってるだけでさ、犬飼さんは風とか川がメインかも。あーなんかポエマーかよ、あいつポエマーかよ。オレンジじゃないじゃん、オレンジオレンジ。拾わなきゃだね、ポエマー基準で。犬飼さんが散々言われてるとこ初めて。そうすると川と風なんかね。でそうしたら川と風だよね。自然系の、自然系砂吹きみたいな男。いやでも、ね、うん、でも単純に来そうだけどな。トランクって結構移動移動のイメージない？いや思った旅行でしょ、だってキルトはキルト、移動輸入とかで移動してるけど、いや輸入輸入輸入とかさ移動多そうじゃない、キルト。それ言い出したら鏡も板も全部来るわ。そうだね、鏡もあれだよね、乗り物とは言ってないよね、うん、乗り物とは言ってない、ね、乗り物だったなんか乗り物だったらの、いくらじゃない、いくら逆にやっぱ川に戻ってくるって言うんじゃない、確かに乗り物だと さ3つワゴン車とロケットと潜水艦に帰ってくるいくら、でもさ、なんだろう、わかんない、でも乗り物は3つの中に空いてるのがもし1つ入ってたとしたら乗り物って書けないから移動にしたとかあるかな、いくらでもできてしまうぜ、でも移動はちょっと広いな、移動むずいね。でも乗り物って言いたかったんじゃないか、トランク熱いじゃん、マジトランク熱い、この中ではワゴン車とトランクっぽいけど、ワゴン車とトランクだったらなんか移動よりもなんか旅行とか荷運びとかね、あ移動むずいぞ、ちょっとイヌピどんな顔してる今、これ僕たちがちゃちゃ挟まなくても勝てるぞ。やったな、潜水艦ではない気がする、潜水艦移動じゃないか、潜水艦ではないか、潜るかどっちかっつったら、やめるか、そしたらロケットも違う感じがする、ロケットも違う、上に行くもんね、上限だかな、ワゴン車、ブーツ、ソリ、トランク、これはいいぞ、候補としては。ソリって移動、ソリって移動じゃない、移動え、サンタが乗ってるよ、ね、あーそういうナイトメアビバークリスマスで育ってんだよこっちは、ちょっとマスターマスターやめとくよ、この3分の1でいいんか、じゃあわかったマスター、マスターもなんか穏やかなネギのような顔になっちゃってるもん、実際どれがいいと思う、でも3つまで入れれるんだよ、まあいくらか、コムイナのおすすめはいくらです、の川に帰るいくらスプラと言ったら移動かもしれない、いくらをね、青チームうるさいぞ、うるさいって、青チームうるさいぞ、じゃあちょっとここは下っ端諜報員レンガちゃん、俺一番下だから下っ端諜報員、下っ端に押し付ける、お前はどれが移動だと思う、いくら押しは、うわー、でも乗シンプルに乗り物じゃないとしたら靴系で来るのかなと思うけどね、じゃあブーツってこと、うん、キラキラ、怖い、いいですか、指のマークを押すんだ、いきまーす、みんなだこれ、いきます、怖いね、オッケーオッケー、やったー、灰色ならまだいい、灰色なら、うんうんうん、大丈夫、セーフセーフ、まあまあ、わーむずいぞこれ、犬選んでる、ってなんだありすぎるだろ、いや途中までいい流れだったけど、犬選ぶの無理でした、犬選んでる、なんかこれミュートだとね、逆にこうやって考えてるさ、自分の考えと意に沿わないことをガイアがわーわー言ってると、うんうん、そうじゃないのになーってなるからおもろい、なるほどね、なるほどね、だから、まあ、風と川あたりから怪しくなったよね、うん、どうするよ、まあ、犬飼さんが風と川で移動してたらどうしよ う、やべえな、詩人じゃん超詩人じゃん、でもむずいよね、いやでは行きますよ、はい、お願いします、早いね、海でいいじゃん、貝殻だね、これはさすがにこれ貝殻だなこれだってさっきのキラキラもね、いくらだね、いくらだ、タイトルに関係って書いてあるのおもろいな、もうこれ3つすごいね、うん、海だよね、でもさ、川が流れて海になるよ、確かにね、そうだよ、川も海だよ、川は海じゃねえ、関係だよ、繋がるってこと、そうだよ、そう、繋がる、繋がる、繋がってる、水管、じゃあ海に関係してるということは、繋がる、海にオレンジ浮かべるといい感じの写真撮れるよ、
一人でやっとけ。でもさ、さっきのさ、キラキラと関連しても考えてもいいそうだね、なんか貝殻はキラキラかつ海に関係してるものだよ。貝殻はやっぱ得、やっぱ貝殻は丸いですね。丸いですね。いやいや、反りじゃない、反りじゃない、反りじゃない、一旦反りじゃない、小麦で反り、反りで滑んない、貝殻、指行こう、うん、貝殻全然聞いてない。はいはいはい、もうね、自信しかないわ。ありがとうございます。どうして海だって、海やった。貝殻海じゃない、貝殻貝殻来た、こっち貝殻で、え、貝殻で海に関係して、もっと同様同様、もっと海あるだろう。どこに貝殻海やばい、むずい、むずいぞ。スパイマスター初心者だぞ。海に関係してる、難しい、めちゃくちゃむずいぞ。貝殻以外あった、今の流れは貝殻でしょ。お互い二重スパイ、信じられない。本当のスパイだよ、これ。何も信じられないよ。何も信じられないよ。これリスナーの反応見てくれ、マジで。二重スパイもいいところ。いやいやいや、嘘でしょ。いやいやいや、おもろすぎ。いや、こっからマジでうまいんだよ。ちょっとびっくりしちゃって、僕も。なんで全員びっくりしてるんだ。なかなか連続で。ちなみにあれね、全員びっくりしてるよ。珍しい。さっきさ、イヌピがさ、出してくれたさ、お題がさ、一個もなかったじゃん、三で。うん。うん。ってことは三つがさ、この違う三つじゃない、二個か。二個の移動が空いてない状態なのね。うんうん。の上で、次イヌピが関連付けるキーワードが三だとするじゃん。そしたら、5ってやってくれたら、まあ、前回の移動分の2と、うん、プラス今回のお題で3で5個をね、入れることが可能だから、それはありなんですよ。スパイマスターはそれを考慮して多めの数にしてもらっても OK。そう、でもそれが逆に混乱を招くこともあるから注意なんだね。なるほど、難しい、そんなにこのワードでないよね、なっちゃう。海に関係か、海に関係で、海に関係して何も分かんないよ、分かんない、もう粉かなと思ってる。何も信用してない、粉かなって思ってる。粉だった、ごめん。貝と貝だったら貝じゃない、貝って感じだけど、貝だろと思ったんだけど違う、海だと思ってたものが海じゃないかもしれない。ビーチボールだったかもしれないよ。あ、確かにね。でも貝の方が海だ、貝殻の方が上だろうな。ボールより貝殻の方が圧倒的に海に浮かんでる。まあ、うちのスパイマスター2回はヘマしないからさ。いや、大丈夫大丈夫、しょうもないの書いて、お願い、お願い、スパイマスターなんか上見てた、国風見てるね。お願い、本気で考えてる時にお願い、失敗して、失敗して。いいよ、短めのやつでもいいよ、こっち今数的優位取ってるから。いや、そうなんだよ。もう一回移動って書いて、もう一回移動って書いて。向こうが勝手に間違えて、こっち2人スパイ分かってるから。移動は一回忘れてもらった方がいいかもしれない。移動って書いて、移動って。ちょっと候補の水の中で外したからさ。お願いします。どうしよう。移動評価もあるんだろう。うん。何でしょうかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いやー。うん。ちょっと僕たちの読み力を信じてもらっていいから。わー、信じて信じて。移動外したのに。何でも。移動で風も川も出るぐらいだから、感性豊かだから。何でもね、ありちゃありだね。赤い色は結構難しいと思う、確かに。犬飼いちゃんが感受性豊かかどうかに。確かに。赤色の方だったら分かんないもんね。僕たちの感受性まで至らなかった。我々がロマン足りなかったかもしれない。ロマン足りなかった。ちょっとブーツじゃないだったか。ブーツはちょっと浅いか。ブーツ浅かったか。浅いか。もう一しかない。いや、一しかないわ、攻めすぎた。いや、いい。一はでも、あれだね、一は基本、目指さない方針で頑張ろう。いや、そうなんだよね。ちょっとこう、一ってさ、簡単すぎてさ、おもろくないもんね。マジで一旦何もないからさ。むずいよね。せめて2個目指そう、途中は。移動ももしかしたら絞り出したんかなとは思うけど。さらにそう、むずすぎて移動みたいな感じなのかな。あれとあれがすごい。1は負けちゃうんだよね。でもまあまあまあ引かれてしまう可能性もあるけど、うん、かも。海に関係3はどれだったんだよ、逆に。貝殻。逆に海に関係するやつ
我々は避けなきゃいけないんだよね。そうだね、そういうのも考えたい。ああ、そういうことか。潜水艦って危ないんだよね。そうだね、危ないね。危なかったね。この流れだと潜水艦黒カードでもおかしくない。来たぞ。粉。子供が乗る。粉粉。ああ、子供が。でもワゴン車ってやっぱスライドドアだからさ、サバイトみたいにオレンジの中に入ってくる。ソリだよね。あと、あ、ね、風でしょ。でも風の旅人は確かにこれやっぱ風の子だ。子供が乗るよね。でも子供は風の子だから。でも結構ソリとワゴン車。あ、でもワゴン車は違うか。なんかさ、トランク最近子供乗れるやつあるじゃん。あ、乗ってるのって。あの中なんだか海外の方でさ、子供がトランク乗ってるやつめっちゃ多くない？あの原付みたいになってるやつ？違う。L 字型みたいになってるやつ、ね。まあそう、 L 字型になってるやつ。ホテルマンだからなんか見てんのかなって思ったけど。なんだトランク？子供が乗れるトランクってのがあるの？あ、そう、子供が乗座るトランク。知らないな。でもそれ知ってるか知らないかわかんない。いくらじゃない？いくらちゃんってことじゃない？あ、ちゃん。いくらちゃんか。オレンジ。いくらちゃんに乗るの？いくらちゃんに乗るの？いくらちゃんです。いくらちゃん。オレンジです。でもソリはさ、正直開けていいと思うんだよ、もう。あ、ソリ開けそうな気がするよね。ソリ開けちゃっていいもん。はい。移動ソリだったってことかもしかして。うん、オッケーオッケー。あー、移動ソリだった。え、でも、創作移動とかかってんのかな。いや、それはわかんない。あ、でもそうだよね、3が2になってるしな。でも、うん、ボール、あとはボール、ロケット、ウール、センター、ロケットちゃん、ランク、オレンジ。子供が好きなものといえばロケットじゃん。ロケットね、好きだよね、うん、憧れるもんね。でも乗ってないかもしれないね。板は板、板はね、ワンちゃんね、板とかに、なんかさ、ソリを入れてる時点でさ、板で滑ってる子が頭の中にいるかもしれない、犬とも。同じ、ほぼ同じキーワード。あるよ。うん、これはちょっとね、ワンちゃんあるかもしれないんだよね。あるな。あとはでも、そんなにないよね。2個だもんな。2個はあるはず。子供が乗るかもしれねえ。バランスボールとか足で。泡には乗らんけど、風には乗れそうだな、でも。風には乗りそう。そうだね、風に乗るの結構大変だね。子供風の骨折あるからね。なかなか、攻めてるな。あるある。ワゴン車。子育て世代の、子育て世代の僕はワゴン車がどうしても、スライドドアのワゴン車は。子供だけでは乗れないよね、ワゴン車だから。確かに。子供だけじゃ乗れないのって、子供が乗るようには。でも子供は乗るよね。子供が乗るよ、ね。あ、まあ確かにね。まあ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 。ワゴン車は移動でもあるから、ワンちゃん？え？どうなんだろう、わかんない。よし、下っ端。かも。いやいや、ここはちょっと次はジム先輩に、ジム先輩に、いやーちょっと、チームなんか上下関係あるみたいだな。こっちは指導してる、中間管理職の板挟みが、まあ僕よりは下ということで、まあじゃあいいかやってみるか。なんで部下にやらすの。どうしよう、責任は僕が取るから。おー、それなんで俺の時言ってくれなかったんだ。本当ですか。責任は僕が取った。さっきのは完全にリンコちゃんの責任だったね。実行は任せた。どれがいい？じゃあ3つ。3ついるトランクでもいい？トランクでもいいよ。トランクね、正直あんましピンときてないから。あ、そっか。その情報があるなら、結構熱いと思うんだよ。僕が知らないから押せないだけで。え、じゃあ押そう。うん、うん。ナイス。すごい。やったー。どうする？移動はもうワンチャン、数買ってるけど、もうワンチャン押してみる。もうワンチャン。移動の分がさ、大外れ押さなければいいってこと？そう、黒押さなければいいんだけど。移動か。でも、移動。そしたらワゴン車ありそうな気もするよね。ワゴン車行ってみる？あ、でも、ね。そう、ありそう、ありそうではある。行きます。でもどうだ。よし、よし、よし。多分行けた気がする。移動かどっちかにかかってそうだ。頼むぜ、猫ロ。すごい。うち優秀だぞ。よし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 。おい、海に関係で貝殻じゃないわ、もう。犬飼パイセン。いい感じ。確かに本当に。結果いい感じよ。マスター。
あっちのスパイマスター。ワンタンお前の流れもありましたから完全に貝殻だと思ったよね。ちょっと貝殻でしょ。国見てるもんなんか。貝殻でしょ、ほんま。貝殻。ビーチボールだけは貝殻何にも納得いってねえもん、部下が。逆にもうちょっとじゃあ海。海はじゃあイクラと潜水艦それっぽいかな、それ以外当てれるようにしてほしいか。そうだね。イクラと潜水艦。イクラと潜水艦違うかったら僕たち解散解散。いや解散だね本当に。イクラと潜水艦だけに。潜水艦開きたい。解散。行くよ。はい。軽いんだよな。地上以外で、あーすごいわかりやすいね。これもうどう考えても風じゃん。風操縦するんだ風。地上以外って風操縦できるタイプ。地上以外で どう考えても地上以外で。海か空しかないからね、地上以外。これだよね。風よ。これじゃなかったらもう逆に僕たち風操縦できないからさ。そう。これまだ読み切れないんだよな。でみんな風操縦できないか。風操縦できないんだよ。まあ、潜水艦とりあえず開けようよ。開けるか。潜水艦丸いでしょ。そうね、うん、早めに丸い貝殻が悪夢のようにこびりついてる。これロケットじゃなかったらマジで本当っっガチめに意味がわからん。だよね、ロケット以外はないよね。粉はない。うん、いくらも違う。糸も違う。じゃあロケットいくよ。うん、はい。あー、待って、もう1枚めくれるんだけど。1枚めくらないとでも追いつけないからね。頑張れ。キラキラで海に関係してるものでしょ。やっぱイクラじゃない？イクラで掃除する？キラキラ本当にイクラかけ放題のイメージを。あイクラかけ放題放題かけ放題を掃除と認識してるかもしれない。うん、朝ごはん朝ごはん朝ごはんイクラね、聞き慣れないキーワードが出てきた。朝ごはんにイクラ、朝ごはんにイクラ、朝ごはんにイクラ食べたい。これじゃないかな。海がさすがに他になくないか。海もうだって川川海一回忘れた方がいい。海って言って川はちょっと邪道じゃない。だって川じゃん。もうでもね潜水艦海に関係って言って川で言われたらもう本当にワッツって感じなんですけど。切れてる切れてるな。あっちの方が職場環境悪くないか。ね、うち、ね、冗談も言いながら結果ね、わきわきいくらが海だったとしてももう一枚海あるはずなの。あっちガチでバチバチだもん。でもいくらも言って川だしな。うん、すごい部下のフォークじゃない。海うん、あのアリエルがフォークで髪を落としてた。まあ確かにね、あったな。フォークかもな。これだよ。多分ヒラメプリンセスが好きで、あひらめいちゃったか。フォークといえばもうマーメイドみたいな。それ当ててほしくなかったのな。マーメイドイコールマーメイドの貝殻なかった。そうなんだよね。あ確かに貝殻なかったね。うん、フォークより貝殻先に来そうだけどな。海マーメイド貝殻は違ったんだよな。じゃあマーメイドは関係ない。マーメイドはないかもしれない。じゃあ風邪地上以外の風邪。まあ、風海風強いからね。風っていうさ、なんかコードネームの仲間欲しいもん。確かに確かにね。こっちで行ってほしい。なんかちょっと自由そうでいいね。こっちに行ってほしいな。ね、でも、うん、ね、青チームだったら仲間だからね、風が、うん。ね、キラキラしてるしね。青っぽいよね、風さんって。属性から青確かに赤かって言われたら青。まあ赤の熱風かもしれないもんね、赤だとちょっと。熱風もあるね。ああ確かに、ね。イクラはさ赤いやん。だからちょっと不吉かなみたいな。不吉、ね。ああオレンジとかも危ないね。そうそう。海でだいぶ向こうのチームの考えが終わっちゃった。やばいって。海に関連するものがわかんない。何も信じられないみたいな。海が何を指してるのかわかんない。イクラがもう海の海観察。海は海だよ。海は海だよ。貝殻が海じゃないの？貝殻が海じゃなかった時点でもうイクラも違うし川も違うし水っぽいものは全部違う。海は海だよ。キラキラでフォークはワンチャンあるかもしれない。キラキラフォークなんかな。アリエル思考ね。アリエル思考だし。アリエル思考。待ってでもさよく考えたらキラキラで鏡引いてないんだよな僕たち。ああ確かに。鏡的なヒントでもこれキラキラしかないよね。うん。鏡が海に関係している可能性は僕は鏡がキラキラだとは思わないけどね。
思わないんだ。鏡ってどっちかというと汚いイメージだからな。うん、鏡磨いたら輝くけど、そんなに輝いてるイメージはないね。え、そしたら鏡はね、ひずめだっけっていうのも鉄鉄鉄鉄こそで汚れてるけどね。キラキラしてないね。常に地面と接してるから。キラキラしてない。鉄鉄汚い。汚い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 汚ダメだったら本当解散しよう。いやそうだ、いくらがなかったら解散だからいくら行こう。いくらが海じゃなかったってことだもんね。仲間が何人いるのか確認しないと僕たち。そうだね。ちょいくら行こう。いくら行こう。いくら押します。はい。あーあー、解散じゃなきゃ。そりゃそうでしょうよ。著しく低くとこうなるとどの口でそりゃそうだって言ってんだ。そりゃそうだよ。海外から海じゃない時点でいくらが海かどうかわかんねえよ。そりゃそうだ、わかんねえよ。だって川じゃん。イヌピよかったな、こっちのチームで。でもそうか、いくらって川か。愛さんの木は免れた。もう3個決めちゃっていいよ。あ、そうね、確かにね、うん、関連付けちゃおう。海鮮では登ってくるからね。海鮮。ああもうそう。やばい、負けちゃうで。当てらしたら。一回でいけたらかっこいいよ。そんな、いや。三、あと三枚か。あと3なのか。三、いや。まあ、ここはね、犬飼さんも欲張って、欲張ったけど、あ、でも重ねられないようなものってことだよね。いやもう本当にね、どう欲張ってもこの3人共通項ないわ。ない、あー、そうなんだ。有機物とかさ、なんかもっと、お、広っ、めちゃくちゃ広いな。いや、そう、相当ね、相当考えたけどね。まあ、あと一旦ぐらいありそうだけどね、向こう5で、あの感じなら。いや、そう、向こうまだ5人、5人いるからな。寝転がる5出せ5 5 だね。あのね、チーム力ならいける気がするけど、あと一旦ぐらい余裕はマジで養殖ファイヤーなやり取りしてる。残り3で、うん、まあ本当に共通項だいぶないけど、うんうん、でもやっぱり1はちょっとしょっぱいし、2行こう、うん、2でうん、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、これでいってほしい。いきます。じゃあ黒だけ気をつけてな、はい、縁起縁起、まあ、縁起って言うんだ。糸はさ、縁起物というかあるよね、うん、まあ、そしたらこれひずめ縁起物だよね。うん、ひずめもあるかもね。ラッキーネックレスとか、うん、鏡じゃない。やっぱモノポリーとかにもなんか出てくるもんね。粉は占いとか縁起とかなんか鏡ありそう。粉でも粉はさ、ティンカーベルとかから。ペンタゴンってどれ出てくる。縁起どれ糸かな。ペンタゴンって。ペンタゴンは違うと思う。何角形五角形あれ合格五角形だっけ。合格じゃん、縁起物じゃん。え、何を持って縁起物なの。五角形だから、ね、五角形って合格のお守り。五角形で合格で活動みたいな。違う、五角でさ、うんうん、五角形じゃん。だから、うんうん、あの合格っていう意味で、うん、共通項がなかなか見えないっていうのもある意味ヒントになる。縁起物じゃない。初めて聞いた、わかんない、うんうん、これが五角ならね、本当に。え、ちょっとえ、わかんない。え、待って。あとはなんだ。粉板、鏡を魔法の粉、魔法の粉、魔法の粉、魔法の粉。縁起物か。ガンジス川、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 ガンジス川。でもどうだ。まあ、どこまでイヌピが考えてやってるかだよね。意外と知識あるやろ、イヌピなんて。でも俺の共通点がないって。風の知らせ、風の知らせは正月まとない意味でオレンジとか風水とかって言ってたセンター、オレンジを見たんと考えるとエンジンのオレンジ。確かに風水ね。風水に対する鏡とか風とかワンチャンありそうじゃない。どうなんだ、本当にわかんない。無理やり紐付けてこれで風だったらまだなんか他にありそうな気がすんだよな。あ、まあ確かにね、もう無限になる感じになる。ちょっと遠いとこから持ってくる。3個ぐらいやってんなら風水も考えたいんだけど。うんうんうん、でも頑張って紐付けてるわけだよね、うん、残り3つだから。だって他の今までの経歴は移動と子供がの量は全部出てんだっけ。経歴履歴書みたい。1個移動があぶれてる。移動が1個足りてない。あれでも子供が乗りようがどっちか分かんなかったから。ワゴン車とソリが移動だったんじゃない。
そうだな。うん、でもう一つが何だったかわかんないね。あ、トランクも移動。あ、じゃあブーツで正解なのか。移動ブーツはダメだったんだよね。ブーツは何でもなかった。ブーツ何でもないのかこれ。うん、グレーだったから、うん、もしかしたらトランクが入ってたかもしれないけど。その道移動が1個足りなさそうか。え、移動で2じゃなかった。移動にトランク入ってない。移動2だよ、うん、2だよね。2、うん、どこにワゴン車とソリで移動2じゃないの。子供が乗るのがソリだから多分。あ、そっちがソリか。ワゴン車は子供に乗るには入らなかったんだ結局。子供が乗るが2つだったんだよね。内訳は分かんないけどね。確かね。あ、そっか。子供が乗るが2つ、あ、でも移動も2つだったから、ね、じゃあもう全部出たか。4つ出てないはず、うんうん、4つ出てない。そう、2と2だからさ、移動が2で子供が乗るようが2だから、回答が今3つだよね、うん、あれ取ってるの何個。向こうのチームが勝手に開けてるだけだから、うちのチームはまだ3つしか開けてないんだよ、うん、そのヒントが被ってないわ。勝手にとか言わないでください。勝手にとか言わないでください。でもみんなが満場一致で寝転がる以外は貝殻あると思ってた。貝殻3つでしたね。貝殻、あ、やられたな。貝殻3つだから1個は余ってるんだよ。どっちかわかんないけど、移動か子供が乗るよかは。だからこの縁起にプラスその1個でもしかしたらクリアいけるかもしれないよ。ほな風ちゃん、とりあえず縁起探すか。縁起どれだと思う。縁起物がわからないのでお任せしますわ。難しいね。僕も糸全然ピンとこなかったから。糸はじゃあやめとくか、うん、あ、運命の糸かと思ったけど。そうそうそう、僕も、うん、ソウル系で糸って結構あるかなって思ってるんだけど。中島美雪的なね。それだったら風水の方が縁起っぽくないか。赤い糸的な。蹄鉄は縁起物って捉えてるかな NP。 あ、どうだろう、わかんない。中島美雪さん、ひずめでもそういうなんか縁起物あるよね。そうだね、ネックレスでつけるのあるよね、うん、シルバーアクセサリーとかによくなってもね。そうそうそう。え、でもわかんない。わかんないね、これに。合格？合格、ペンタゴン合格いく？ペンタゴン合格くる？カツ丼的なやつで合格。これ当ててくれたら嬉しいと思うだろうけど、ペンタゴンだとしたら。ニコニコになるかもね。ね、ペンタゴン当てたら嬉しいと思うけど、でもそのレベルだから。先に糸とか蹄鉄とかの方がいいかもしれない。シンプルだから。でも縁起2なんだよな。あ、悩むね。え、レンカちゃんはどっちがピンとくる？糸と蹄鉄。どっちもピンときません。縁起のピントが1ミリもピント合わなかった。なんで糸と蹄鉄なのかが俺にはさっぱりわからないのですよ。もう今まで縁起には頼ってこなかったんだよ。頼ってこなかったな。ちょっと自力で頑張ってきたな。努力で、そうか、己の力で。じゃあ糸いっとく。お任せします。でも糸ピンときてない人多いんだよな、なんか思ったより。ない。ネムピの責任で糸いく。糸熱い。糸熱いと思う。いくよ。ピッ。イエーイ。まあ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 。難しい。まあまあまあ、一般人、一般人だから、まだまだその糸さん、コードネーム糸一般人だったら。糸じいちゃんな。糸じいちゃんだったな。ちょっとなんか分かんなくなってきちゃった、本当に。演技か。もっとじゃあ詳しい、よりデテールの深いヒントで次。なんで一般人引いたのに。むずい。ノット演技ものだったか。え、むずいな。今のがね、僕たちのあの喋ってる内容が。じゃあ演技ってなんだ。イヌピンの考え方に近ければさらに深いところに行ってくれるはず。今の挙げた候補をさらに。うんうんうん。いやー、どうかな。演技ってなんだ。でも演技かぁ。演技良さげなものは避けた方がいいってことな。そうね。それがわかるなら演技だから演技悪いものかもしれないしね。あー、確かにね。確かに落ちる。そっちはいいかどうかわかんないんだよ。確かにね。そっちか。センター試験とか風パイセンどこにでも出てきちゃうから。風強いな。風ストライクゾーン広すぎる。風な。俺風黒だったらもうやばすぎる。属性は結構ね、広くなっちゃうかもしれない。へぇ、むじゅむじゅ。演技か、確かに演技か。いいか悪いか分かんないか、うん、な。なるほどね、その発想なかったわ。演技か悪いか分かんないよ。鼻で笑ってるスパイマスターいたけど。ミュートしとけ。ミュートしろ。いや、すいません。しなくていいです。
すいません諜報員たちのなんかね電波傍受しちゃって聞こえちゃった聞こえちゃって、うん、妨害電波出しとこうかな。これなんだっけチームやろがい単語調べてるなうちのスパイマスターは。スパイマスター意外と忙しいから、うん、みんながワイワイしてる間に海のこと調べて大変そうだね。考えなきゃいけないしいやでもうん難しいね、まあ、このゲーム、まあ、ちょっとね今余裕できたからね、うん、この一般人初手で引いてくれたから本当に余裕かな、うん、本当に余裕かな。ワンチャンありますからね。だって3は出せないって2回も赤を献上してくれてるからね。そっち先行なのにまだ5人いるからね。うちのスパイマスターどんどん喋るぜこっち今喋れるから今喋れるから煽るぜうちのスパイマスター煽るなくさくいやまあ5、3、5対5枚はね意外とワンチャン5枚ちょっとむずいよね。うんでもワンチャンね。そうだね。蓄えはあるからね。イルピが3枚一気にいけないという置きでも。3はでもそうね。1個ぐらい当てたかったか。うん、でも難かった。難かったね。いやー、何言ってもなんか。なんか入っちゃうな。なんか相手のこあれが入っちゃう。いいよ。そう。ふむ。そういうことね。いいよ。よくない。いいよ。よくない。いいよ。とりあえずこのぐらいになるとスパイマスターもう黒引かないように考えないとやばいね。うわーそうか。いやスパイマスターむずー。え、黒、風が黒だったらもうみんな終わりだよ。数関係なしに負けるからね、今のこのリードとか。そうか、台無しになるね。ゲーム終了とかじゃなくてもう、そう、負けなんだ。どういう形勢であってももう負けなんだね。あんだけ煽って風が黒だったら本当にやばいよ。やばいね。かぶりそうなのがあるんだね。うん。ああ、そういうことだね。うん、でもそれどっちかがこっちのチームかわかんない。そうだね。確かに、なんかボロボロヒントが落ちてきてんじゃない？セットになりそうなものに当たりがあるってことだもんね。じゃあそれをかぶる。みんなちゃんと考えてるわけがないか。すげえな。海さん、俺も考えよう。川？やっぱ川なの。海で思考ロックされすぎやろ。一生海ショックえぐいもん。いや貝殻ショックがさ多分やばいんだよ。だって海もう一個あるんですよ。そうだよ、ね、もう一個あるの。残ってるはずなんだよ。全然騙されたよ貝殻。川じゃん。あ、分かった僕。え？海が？え、海？分かったわ。マジ？貝殻より海なものがある。ヒントになっちゃうから。海？何？海？やっぱオレンジ？やっぱオレンジ。最初言ったもんね。スルーされたけ。そうだね。貝殻より海なんですか？それ。貝殻よりは海じゃない。貝殻は本当に海。貝殻は本当に海だよ。貝殻だって海にしか落ちてねえもん。川に貝落ちてないもん、はい、あんま。あ、またキラキラだ。キラキラ引っ張ってるね。なんか鏡でしょ。あ、使うキラキラなもの。鏡でしょ。フォークじゃない。そうだよ。確かに。アリエル思考。この二つじゃないか。アリエル思考はありえて、貝殻はない。アリエル思考。アリエル思考ありえてた。やっぱりアリエルの髪を溶かす。髪を溶かす。プリンセスが忘れられないか。少年心じゃなくて少女心だったんだもん。そうだったんじゃないか。じゃあ鏡引くので、フォーク引いてください。あ、それは結構熱そうな。はい。じゃあフォークいきます。いいね、余裕なくなったぞ。やばいやばいやばい。いいよ、もう一枚引けるから。いいよ、いいよ。やっぱ言うよ、言うよ。やばいよ、やばいよ。あ、なんだ海が残ってんだ、海。くーろ。くーろ。でもさ、今、キラキラのものの中に海に関するものが入ってたんじゃないの？え、フォーク？フォークが海に関連するものだったらどうする？アリエル。あー、海がないのにフォークはダメでしょ？海がなくて、フォークは NG だけど、NG をやらかしてる可能性はなくて。まあ NG はやってるよ、多分。いや、でもそれより海なものがあるだろうって言ったんだよ、この子。なんだろうね。それよりもっと海なものがあるでしょって言ってたの、僕聞いたよ。ないよって言ってやんなよ。え、何を作る？風じゃないの？やっぱ風か。やっぱ風じゃない、やっぱ。風じゃねえか？潮風とか言うしさ、海って言ったらやっぱ船とか思い浮かぶけど、それを動かすものは何ですかって話よね。風だね。風じゃない。波だって風がないと立たないからね。そうだよ。ビーチボールの可能性もありけりだしね。ビーチボ
ボールワンチャンありそうですね。でも、うん、海って感じするもんね。でも、まあ、海だったね。貝殻よりボールじゃないよ。オレンジじゃない、オレンジじゃない、オレンジ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 じゃん。オレンジ全然いいと思うよ。オレンジ。もしかしたらガルちゃんは海辺でオレンジジュースを飲むかもしれないしね。めっちゃこだわりあるやん。美味しそうだけど。海辺はやっぱりガが強すぎるやろ、そのスパイマスター。ールオレンジ押し通すの。貝殻よりも大事なものかもしれない、オレンジが。これ絶対ね、オレンジ飲んでるから。小麦だし、どうしよう。でも貝殻は海じゃないんだもんね。そうだよね。海じゃないって、川の方が海だって思ってるかもしれない。あ、そうだね。なるほどね。海から、うん、海の流れの一部だと川のことを思ってるかもしれない。面白い。じゃあ海にさ流すお手紙はメール。確かにメールね。ボロボロ、あの瓶の中に入れるやつ。そうそうそう。あ、そんななんか、あるよね。感じ？メール？動物の森でもあるよね、そんなね。うんうん、猫がは動物の森しないからないです。あ、うわ、そうなんだ。だから貝殻は海じゃないの？じゃあ川だ。確かに繋がってないのか。そんな川やな。そういうことか。貝殻してるのにな。え、引く？引く？引くか？うん。行こう。行こう。お願いします。うえー、やったー、やったやったー。やばい、ヒント当たってしまった。マジか。ジュムちゃん当たってた。やばい。マジか。貝殻よりも川が海だな。やばいね。本当に近いヒント言っちゃダメだ。そうだね、アイディアの一員になっちゃダメなんだ。貝殻だと思ってた、うん、貝殻やろうな。貝殻の方が貝殻だと思ってた。大丈夫で、みんな貝殻だと思ってた。いくら貝殻潜水艦だと。ちょっと僕がスパイマスター初心者ということを加味してもろて、ちょっとあれで近くだと思ってた。初めてだから、海初心者、海初心者、海初心者、初心者だから。いやでもね、川が流れてみになるもんね。そうだよね。許容範囲ではあるよ。うん、貝殻を見落としちゃっただけっていうね、それだけ。あ、そうだね。貝殻存在してなかった、うんうん、世界線。いやでもね、全然ある、全然ある。目から滑ることあるよこれ。うんうん。そう、25枚あのなんか、ね、全部把握しきれてない。ね、なるほどね。でも、うん、もっと海なものがあるだろうって言われたんだけど、僕たち。海なものイコール川だったんだ。最悪本当黒だけ引かないようにしてれば。そうね。うん、いいよ。いきます。はい。お、なんだ？てい。てい。数字に関係、数字に関係、ペンタゴンじゃない？だいぶさっきとテイスト違う。あ、ペンタゴン来たか。あ、ペンタゴンは来たね。ペンタゴン来たね。数字と板。数字？風オレンジ。え、数字？停鉄、停鉄ってこと？ソロ版で板とかないか？ソロ版で板遠いな。え、停鉄。じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 が入ってたらもしかしたら。あ、そういうこと。言葉としてね、停鉄みたいな。テイテツ、なんでテイテツ、数字そんなに押してないから。なんでだ、え、なんだ、メール、メールもワンチャン数字っちゃ数字だよね。メールは数字、スマホ携帯とかね、01001みたいな、ナンバー2数、まあ、ペンタゴン開けるか、さっきのもありそうだし、うんうん、いらっちゃってください。オッケーオッケーオッケー。あー、これ演技もさっき入ってたかもな、もしかしたら。そうだね。なんか食ってんな。あと1個。なんか食ってる。マスターなんか食ってる。マスターお腹空いちゃった。マスター頭使って。いいなんだろう。数字。数字、うん。でもこれ2だから確実にちゃんとあるんだよ。わかるようなやつが多分。ね、センター試験のセンターとかじゃないよね、違うよね、もうセンター試験って言わないもんね。センター試験確かに8割受かったけどチーカー落ちたみたいな、ああいうやつかもね。チーカーは出てきちゃった。一緒にジローを食べて帰れないやつかも、ね、あるかもね、数字イメージ。数学、うん、そうそうそう、数学みたいなね、うん、なんかあれなんだね、試験はね、いっぱいボールに数字入ってる、ボールに数字、なんかボールに数字、なんだっけ、名前出てこない、あの、え、なんだろう、なんかでっかい盤の上でさ、杖でボール作る、あ、ビリヤードか、ね、あれボー、うん、あ、ボールか。あー、でっかい盤の上で杖で数字をつくやつ。確かに数字書いてあるか。ビリヤードのこと言ってんのか。全然わかんなかった今。ビリヤード一切出てこなかった。ボール、ピンボールしか頭の中に、ちょっと終盤にしてはちょっと遠いよな。
でもなんかなかなかこう一致するの難しいとも言ってたよね、さっき。そうだね、ダジャレ好きの犬飼さんなら蹄鉄ありそうとか言ってんもんね。ダジャレ好きなんだ。え、なんで蹄鉄なの？テイテツーで。あ、テツー。え、でもさ、ああ、なるほど。いやだもう。一つは多分ペンタゴンだったってことでしょ、きっと。まあ、ペンタゴン縁起も入ってたんじゃないか。だから縁起物はもう一個ってことなんだよね。そう、縁起物もう一個かける数字ももう一個だから。テイテツーなのかな。一個同じではないと思うから、下手したら三つ開けれるよね。テイテツー？テイテツー？テイテツーいっちゃう？テイテツー縁起物の可能性もあるからね。あ、そうだね。テイテツーいっちゃう？テイテツー、テイテツーいっちゃう？リニティがテイテツー素人は黙っとれが押してるけど大丈夫かなこれ。テイテツーか。ほらテイテツーか。テイテツー。縁起物で必ず必ずありそうですし。可愛いね。テイテツー開けて、いやでもセンターが熱いと思うんだけどな。うんうん。マリコンガンじゃないですか？開けてじゃないですよ、開けるんですよ。個数のにもヒントに絡めていく構造戦術が。僕が開けますじゃないんですか、ちょっとセンターありえるかなって思ってんだよな、あ、本当に、うん、まあ、縁起もある意味運頼みみたいな。センター試験の結果合否だからさ、じゃあでも縁起のさ消去法でいく、縁起なくなっちゃうね、もしセンターも縁起だとしたらね。うん、悩みますね。でも1個開くっていうのが大事だと思うから、センターか蹄鉄かでどっちがいいかな。ツーじゃない？ツー、ツーいっちゃう？ミュウツーみたいな。ツー、うん、のツーであってほしいみたいな。うん、まあ確かにあってほしいよね。そうだったら定鉄選ばない理由がないな。希望的にね、定鉄ツーで、犬飼さんなら言うよ。犬飼さんなら定鉄ツー言うね。ダジャレ好きだから、ね。ああ、言うから言うから。絶対言う。ちょっとそれ言われると。押しを僕がじゃあ。押しを。せーの。はい。言わないよ。言えよ。あるよ。テイテツーじゃないの。考えたこともないよ。あるある。テイテツー言わないの。テイテツーだろ。テイテツーだろ。ここに来てテイテツー。無理があるだろ。悲しい。クオリティが低すぎるぞ。でも移動にも無理があるからしょうがないよ。確かに、ね、うん、まあまあでもいい勝負になってきましたよ。いい勝負だね。接戦ですね。いい、これ残ったの絡めるの難しそうだね。一戦やるだけで1時間かかってるからね。本当だね。やばい。これヒント数1にしちゃダメなんだっけ？いい、あ、でもいいんじゃないですか。いいよ、いいよ、もうここまで、あ、もう決めに行く。努力目標だね、2は。まあだってあれだよね、黒引いちゃう可能性を考えたら。え、あ、でも、ただだって1個で出すならもう1個は僕たちのヒントなし推移ってことですね。情報員は困っちゃうかもね。いや、でももうさ、めくんなきゃいけないんだっけ。いや、めくんなくてもいい、1個さえ開けるけど、今めく2枚めくんなきゃ負けるよ。そう、イヌピがもう2個いや、でも、なるほど、これ残すものも考えないといけない。こんな対等に戦ってきた。これ鉄鉄が、あー、そうか、チームなのになんか鉄鉄じゃなかろうみたいな顔してるおじいちゃんが。鉄鉄じゃん、鉄鉄じゃなかろう。これってこれってどういう、鉄鉄だと思ったのにね。鉄鉄じゃないの、ちょっとがっかりだったけど、なんかそう嬉しいなって思う。信じてついてくるってなんだよ。信じてついてきた僕らがね、ちょっと恥ずかしいよね。なんか蹄鉄で笑ってくる。これは虚像だよ。ねえ、ピュアな犬飼ちゃんを希望してたのに。アイドル、アイドルしてたのに。乙女すぎってことね、これ。ちょっと言ってそうだけどな。この男、蹄鉄しそうだなって。ああ、しそうだったよ。全然脳内ではしてたよ。全然しないよ。これ文章でもいいんだっけ、ヒント。文章でもいいって。いいんじゃないですか。それがヒント、その文章自体がヒントでもいいんだよね。答えじゃダメだけど、まあヒントぐらいなら OK よ。って感じだけど、うん、このぐらいになるとね、1個、うん、1点絞りだともうほぼ答えみたいなヒントになると思うけど。そうだよね。うん、2点だったら失敗な。2個ぐらい欲しいよねっていうのはそもそも言ってたね。ここまで対等に戦ってきた敵チームとして、なんかここで1とか出されたらすごいしょっぱいな。ちょっと泣いちゃうか。なんか言ってた。泣いちゃうか。あまりにも大きに行き過ぎてる。これはもうわかるっす。犬ピア、ん？
試験で果物を食べる。これ、何だこの文章、怖い。大丈夫ですかこれ。え、試験？これ攻めすぎじゃない？攻めすぎじゃない。攻めすぎ？けどそう。これはセンター、ちょっとそうです。あ、え、そういうこと？冒頭で触れた、冒頭で触れた、これレギュ違反だよ。レギュ違反、これ。レギュ違反。それ、先輩。やってます、そっちのチーム。先輩、これ。センター、かっこ試験で。首に、首にします。ちょっとねでも、こうしか言えないんだけど、どうする？首にします。俺たちの1時間は何だったんだ？考えるゲームなんだ。そうしか言えなくないだって、どうすりゃいいの？試験で果物で文章出しにしよう、もうダメだな、難しいね。いや、マスターが一番お仕事大変だよ、これ。そうだね、これむずいね。こちらの失点だって。でもこれチュートリアルでしょ、これ。チュートリアルだよね。チュートリアルだよね、これ。チュートリアルの中だから。いい例、いい例でして、これは。まだこれから、ちょっと文章出しにしよう。これを加味して次回からね、ちょっと。そうね。じゃあ、チュートリアル。こういうことになっちゃう。じゃあ、ちょっと終わらせよ。東京にもはや試験で果物を食べ、逆にセンターこっちだったの。チュートリアルでこんなに面白いと、うこんなに赤チームだと思ってた。やっぱウールだよね。よかったのでは、こんばんは。ウールなの？ウールなの？なんでウール？数字に関係する。あ、羊ってこと？あ、そう、羊で123羊で1、2、3。あ、でもウールの羊のその数字はどっちかというと十二支で考えてた。あー、意図伝わらず。縁起は何だったの？縁起も、まあその十二支自体が多分ある程度の順位もあるし、合格だし、あ、合格あってたんだ。そう。じゃあ粉は何？数字に関係はワンチャン粉を、なんかもう五と七。ああ、語呂合わせじゃないけど。定鉄、定鉄もありじゃん。定鉄はないだろ。粉の考え方、定鉄。粉と定鉄一緒やん。いや、そう、定鉄まで行ったなら粉まで行ってほしかったな。逆にね。確かに。でも響きが可愛くないから粉は。粉で。縁起がかぶっちゃったんだよね。縁起に引っ張られちゃったのよ。定鉄の縁起知らなかったから。なるほどね。いや、おもろいな。おもろいな、これ。赤チームだと思ってたもん。ね、ちょ、改めてさ、あのさ、ちょっとお伺いしたいの、貝殻が海に関係で、やめろ。これは普通に間違えた。だそうです。普通に見逃してた貝殻を。見逃しじゃなかったらもうやばいやつやな。海に関係するものの3はイクラと潜水艦と川のつもりだった。川だった。もっと海があるだろうって言われた。なんで潜水艦、あ、イクラはちょっと海だと思ってた。そう、そういえばこいつ川に戻るなって言われて気づいた。でも海鮮だからね。海の中のものを想像してほしかった。いや、でも最初にこれバーってあってさ、大変だよね。これやばいね。一番最初が一番難しい。キラキラでヒーローが来るとは思わなかった。マジか。キラキラでヒーローは来るだろう。キラキラは金と鏡とフォークのつもりだったんだけど。そうだよね。表面がキラキラのものの意味だ。いいね。力強さに引っ張られちゃった。でも楽しかった。やろうやろう、2回戦時間か。あ、そうだ、2回戦目でもう終わりぐらいになっちゃうね。じゃあもう一回チーム分けも、はい、お願いします。飲み物だけ持ってきていい？オッケーオッケー。白熱しすぎちゃった。持ってきます。いや、チュートリアルでスパイマスターしといてよかった。これ向いてないスパイマスターに。でも赤だ。あ、僕は赤だ。あ、メンツがほぼ一緒か。あ、もう一回やるじゃん。あ、本当だね。そうだね。もう一回ランダムしようか。うん。あ、いい感じ。これありゲーかもね。ありゲーだな。ありゲーですね。あ、これあれですね。青チームのスパイマスターはこれレンカちゃん。レンカちゃんね、これは。消去法レンカちゃんだね。消去法でレンカちゃんになった。あ、生かしたいじゃん、セッシュ。ちょっと赤は今、不在メンバーがいるんで。うわ、これやばい。はい。これやばいな。何が何で。ここからもうミュートでいいんだよね。密売人とかだよ。え、これさ、ずっとミュートしてるの？それとも終わったら戻ってきていいの？あ、でも基本ミュートで考えてるけど、混ざりたいときは入ってみてもいいよ。わかった。よいしょ、戻ったよ。戻りました。
ーイ。チーム分け完了しましたよ。マスターどうしよっかって話してた。チーム分け。あ、チーム分けもしてくれた。あ、もう分かれてるのか。なんでうち赤がマスター誰にしよっかってところまだやっぱネムさんやってもらうか。でもなんかコンタ君とあのネムスケちゃんでもうプロが2人いるかどっちでも。え、本当だ、ずるいそっち。あの指示に従う。ずるいな。初心者3人やぞ。初心者3人や。別にプレッシャーがすごいな。ルール知ってるだけでプロじゃないんだよ。そうなんだよ。もう一回やったことあるだけだからね。ちょっとあ、レンネンもうスパイマスターいっちゃう。これこうで。あ、ごめん。かっけえ。はい、じゃあパーツ付け直してください。ボロ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 言われたからさ、ミュートじゃなくても全然良さそうだなって思ったんだけど。じゃあそのまま行きますか。ちょっといたのがなんなら楽しかったかも。喋れないとかわいそうだもんね。枠みんなが取ってたらミュートでやろうかなって思ったんだけど。うん、あ、そうだね。二枠だからミュートじゃなくていいんじゃない。うん、しみんな多分モラルがあるから大丈夫。モラルがあるから大丈夫よ。どうするスパイマスター。スパイマスターがレンカちゃんなの。あ、じゃあ犬飼さんとガル君だから。もう僕はもういいから。犬飼さんやりたい。そうね、お二人もやったもんね。ちょっと待って、僕はあの画面をちょっと色々やってるからさ。あれむずいな。じゃあ僕スパイマスター行こうかな。僕もスパイマスター得意ではないんで。スパイマスターやる。うん、やるよ。ありがとうございます。情報員やる気満々で。忙しいかも今。情報員として気持ちを察します。優秀な部下がいればね、スパイマスター楽しいもんだと思いますよ。あ、なるほどね。なるほど。わあ、優秀すぎるな、うち。めちゃくちゃ優秀だな。全然ね。こっち感受性豊かな。すげえ優秀だな。すべて拾うから。感じて風に、風に気持ち持ってかれがち。俺たち風になれるからね。風になれる。まずいな。うわ、これむずいね。どうしよっかな。ガルちゃんとイヌピか。待って、今とりあえずあるワードが。さっきのスパイマスター。オリンピック、トンネル、モチ、ライト、ドローン、ドイツ、リング、猫、地震、密売人、ドロポーカー、スポット、野菜、赤ちょう、爪パーツ、ドラム、ペット、スーツ、スパイマスター、電子レンジ、つけるつける。シ、オッケー。シって呼ばれてるやついんのか。絶対黒じゃん、そいつが。シさん。コードネーム氏は絶対に黒じゃん。コードネーム氏かっこよすぎる。コードネーム氏はどういうことなの？かっこいい。ウォッカじゃん。ウォッカ、ウォッカみたいなやつおる。ウォッカおるで。黒の組織。黒の組織。コードネームモチとかコードネーム猫が黒だったらやばすぎるでしょ。かわいいね。やばい。猫だったらやばいな。多分騙し打ちするんやろな。うわ、これどうしよう。あ、これ俺なのか。何？あ、そうでも、まあ今でも、あの、ネムスケさんの準備終わってからで。終わった終わった。オッケーオッケーオッケー。終わった？オッケー、終わり振ったよ。考えついたら、あの、ヒント送ってください。うわー、そうです。これやばいね。これやってたんだ。そう。スパイマスターやって思ってたけど、みんなが全然黒を選びそうになっててめっちゃ焦ったもん。あ、さっき黒なんだろう。板だよね。板、板。板とか。あ、好き板とか、うちら言ってたもんね。板やば、糸。移動できるって。全然こちらが想像してなかったところから関連付けたんですよ。いやー、そうなんだよ。それか、ちゃんも、あの、色が透けない視点でだったら喋っていいからね。うんうん。はい。それどこじゃなかったわ、ごめん。もう無言だ。それどこじゃなかったね、ごめんね。一生懸命やってるところだね。いいっすか。これってカードの数。いいよ、どうぞ。なんか質問が大丈夫。カードの数ってこれランダムでどっちが多いか先に決まっちゃうんだね、なんか。あ、先行が多分多いんじゃないか。先行が多いんだ。あ、なるほど。先行で多い。先に決めれちゃうからね、多分。え、大丈夫かな、これで。大丈夫かな。ダメ。ごめんなさい、なんか。構わんよ。頑張れ。任せろ。儀式。儀式。儀式。やっぱ死だな。儀式。儀式。こっちね、二人とももうスパイマスター経験者なんで。あ、まあそうだよね。え、待って、これ指マーク押したら開いちゃうんだっけ？そう、指はダメ。でも儀式火使うよね、やっぱね。使うか。ちょっとなんか。泥じゃない、泥。泥、泥。めちゃめちゃ。火。ぽいやつちょっと。儀式。泥じゃん。え、確かに火は使うよね。あれかな。でも太陽も、太陽も。じゃあ陰謀論者的にはやっぱ地震とかもやっぱ儀式の対象になる。いや、ちょっと一瞬思ったな。いや、でももうちょっとこんな一番最初だから全然無理くり出した感じじゃなくてストレートにつながっていいと思うんだよ。ほな、オリンピックか。え、じゃあパワースポットみたいな感じでスポットああ、なるほど。儀式でしょ、儀式。うん、
儀式に使うものとか3つだもんな。三つ倍に泥だよ。3つ倍に泥なんで泥でどうして泥を存じ体練成するあでもね泥人形っていうもんね。そうなんか儀式に備えるもので野菜とかもありそうだもん。お供えみたいなね。はぁはぁ、まあ確かにね。太陽は太陽販売所みたいだね。爪は爪爪で、爪で呪いをかけた。呪いだね、確かに。マジで使えそうだからあんま言わなかったけど、僕、うん、ちょっとありそう。爪ありそうだからあんま言わない方がいいんじゃないか。儀式、儀式し、あ、どうするいいのかいさん。いやでも、とりあえず火と太陽はちょっとなんか、あ、そうだね。意見被ってるし、ありそうなんじゃない？太陽神？火開いてみる。火行こうか。じゃあガルちゃん行ってもろって。あ、行きまーす。お願い。やっぱ格の違い見せつけないとな。欲張りさんですね。欲張りになっちゃうよな。コンタが入れたら。コンタがでもだって経験者だもんね。だからね。コンタいたら欲張りになっちゃう。コードネーム経験者だって今回のだってもう。コードネーム経験者。ルールのスライドまで作ってくれてるからさ。コンタ君のコードネーム経験者。いいね。経験者ね。ミッションの説明とか全部してくれるもんね、うんうん、スパイマスターの上ぐらいにいそうだもんね、コンタ君。司令官上で派遣してる人みたいな。ゲームマスターぐらい。青と赤どっちも牛耳ってるかもしんない。本当は手のひらよ。我々翻弄されてる。紫ってことね。やばいな、見透かされてるかな。挙式。挙式紫。あいつ挙式だわ、足した色だった。ちょっと待ってよ、悩んでますね。儀式何だったの。火を使わない優しい儀式だったらしい。まあいずれにしろ火は使うやろな、儀式は。まあそうだよね。まあ使わない儀式もやっぱ野菜じゃない、やっぱり野菜だよ。野菜だったか、うん、野菜か、やっぱ野菜だよ。レンカちゃんも言いたいこといっぱいあるんだろうな。やっぱ野菜だったんだよ。言えないよな、そっちの作業だと透けちゃうもんな、否定もできないっていう。そうだね、めっちゃ序盤だしね。サンドバッグ。諜報員側すごい気分が楽だね、犬飼さん。ねえ、本当に、ね、視聴諜報員やってたいよな。視聴諜報員がいい、ずるい、視聴こっちがいい。でも諜報員の何気ない一言結構スパイマスターに刺さってるからな。わかる、わかる。経験者がそれ考えてなかったみたいな。海は海関係ねえだろうみたいな。そう、それ考えてなかったみたいな。なんか砂浜のものだと思ってたから。でもスパイマスター経験者2人だと逆に優しくなっちゃうんじゃない、スパイマスターに。うん、手厳しい意見大事だから、下からの。そうやっぱ現場はね、こうなってんだっていうの、ね、いや、なんかそういう考えになるのかなって思った。社風が悪いよ、そっち。社風が悪いよ。アットホームの職場ですけど、風通しのいい職場。車歴まだ10分ですけど。車歴10分なんで、まだ。あれマスター、5は無理だけど、2は多めに狙った。がっつりいくね。3も厳しいんだよな。3も厳しい。あ、そうなんだ。あんま被らないんだ。3厳しいか。いいよ。なんか巻き込みそうみたいな。あ、大丈夫だよ。いいよ。黒を引くのが一番最悪だから。無理しないで。優しい。コツコツ行こう。怖い。関係しなければいいよね。最悪ね、長期戦。そうだね、明日休みだから行ける。そうね。レンカちゃんがちょっと今日あれなんだけど。あ、そうだね、レンカちゃんが。うん、遅くまでは。レンカちゃん今めっちゃ考えてるんだろうな。ねえ。次の対策を練ってる。そう、めっちゃ、レンカちゃんミュートにしてるの、これ。ミュートしてる？ああ。人力ミュート。でもこっちの声は聞こえてんのかな？人力ミュート。あ、そうなのかな。人力ミュート。
ね、人力ミュートしてるかな。あ、マジミュートじゃん。聞こえてるよ。マジミュートかな。俺聞こえてかったけど。スピーカーミュートじゃなくて、あ、聞こえてた、聞こえてた。俺ね、あの、絶対声に出ちゃうから、ちょっとミュートしてる。ごめんね。かわいいじゃん。ちょっと照れさそうぜ、照れさそうぜ。照れさせてえな。エンカちゃんに。コンタ？少なめでいいか。めっちゃ考えてる。マスターやってる？少なめでいいか。マスター？マスター？こいつ本気で来てるぞ、ちょっと。やばい。ガチか。ガチ、ガチ。勝ちたいよ、これはでも。本気の演唱中？コンタ勝ちたいからいいよ。いくか。まあ、これ、賭け事。ああ。賭け事。あ、じゃあこれだね。じゃあポーカーかな。電子レンジかな。いや、確かに。電子レンジ。この単語は黙っとこう。かけごとか字じゃない普通に足ロシアンルーレットロシアンルーレットある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 はいはいはいこれヒントだったらどうしようあること言っちゃっていいのかやったやったやっちゃったやったんじゃないそれ向こうのスパイマスターにもなんか同情しちゃったわやったやっちゃった電子レンジペットドラム野菜野菜猫野菜だなドラムかけごとで野菜をね交換カイジの世界観があるから黒服がちらつくスーツの確かにポットあでもポーカーは絶対ポーカーだから開けちゃうよ。ポーカーはそうでしょ。まあ開けようよ。ポーカーは開けるよ。まあ。かけごと。開けるの早い。かけごと他ごとまで来てるからね。かけごとまで来てるからね。オリンピックオリンピックオリンピックはね。八百長八百長。さっき押してたけど。八百長やめろ。やめといた。やめといたけど拾うのやめて。さっきネムが押してたからやめて。かけごとか。ね。ドローンレースとかあるよドローンレースとかドローンレースは確かにねあードローンででも何それ誰が言った犬何それって誰が言った今えコンタあえ誰かな親誰かやばい霊障かもしれない霊障びっくりしたラップオンラップオンドローンレース知らないコンタがいたら多分ドローンレースじゃないからさ確かに聞き間違いかなって思っちゃったわ霊障が起きたやつもなんかありそうではないえなんだろう掛け事あでも死はでもロシアンルーレットとかねあるからね確かにそれはそう漫画だと掛け事で一番掛けの命だからさうん血をギリギリまで抜かれるライアーゲームボクシング掛け事リングのボクシング掛け事リング持ち物に詰まるか詰まらないかみたいなイヌピが死を分けたことをライトライトヤガミライトヤガミライトいっぱい喋ってるあヤガミライト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 はでも掛け事かけでやってないでしょ勝ち筋完全に立ててるでしょ野菜スーツカジノのイメージでスーツとかねあれは絵的にはあるけど、でもそんなにないな。スリップ。掛け事なんだ。結構マイルド設定じゃん2だから。気合ってるね。これならいけるって思うものってことだもん。言い換えるな。言い換えるなのかなね。でもこのなその中で言えばね確かに。やっぱカイジって死にかけてるもんね。賭け事して死にかけてるやん。やっぱでも僕もギャンブル。コンタ君が死に関連する賭け事知ってるわけないよ。絶対でもなわけない。オタクだからさ。エケちゃんと思ってるってこと？オタクだからコンタ君。ギャンブルイコール命の賭け事はあるよ。オタクあるあるある。はん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 。行ってみるしで。行こう。行ってみようか。違う。よしよし。青なんだけど。いいじゃん。そっか。いいじゃん。え、いいじゃん。どれが掛け事だったんだ。いいじゃん。どれが。じゃあ儀式死だったんじゃない。あ、儀式は死はありそうだ。お葬式とか。え、掛け事。そこまで読んだ上で私赤チーム翻弄しました。やる。やるじゃん。掛け事ってなんだろう。なんだ。2個だからな。そんな難しい関連じゃないと思った。え、なんだろう。お葬式と何だったんだろう。え、でもさ、猫とかだったらペットとかでさ、なんか別のものにして狙いたいよね。掛け事猫って。あ、でも別に相手の入ってる可能性もあるのか。そっか。あ、わかんない。え、掛け事わかんないな。キャットレース、パイセンやっちゃってくださいよ。掛け事な。密売頑張れ。頑張れ、レンカさん。密売人はなんかイメージ的にはあったけど、別になんか。詳しく何かって言われると剣道とかね
掛け剣道みたいな。掛け事やっちゃってくださいよ。掛け事。掛け剣道。掛け剣道。掛け剣道か。スポーツで掛けたがるね。武道。泥泥。武道武道でやるじゃん。泥ですよ。泥試合の泥。泥試合の泥。あ、泥。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 掛け事。掛け事引き分けみたいな。俺のターンドローンってこと。あ、俺のターンドローンの方。でもドローンもそれだったら近いし。確かにドローンの方が近いな。泥とドローン。泥とドローン、なるほどね。やばい、泥とドローンが同じ色だった場合に何か使えそうな関連ができちゃった。遊戯王って言われちゃう。あ、そうだね、うん、もしね、あれだったら、ね、次遊戯王赤だったら、あ、青だったらきついね、泥とドローンが、うん、うん、引き分けとかって言ったら悪も2つ、レンカちゃんがずっと顔虚無で考えてる。ね、考えてるね。頑張れ、頑張れ。待って、いいよ、頑張れ。向き合い度が欲張らなくてもいいからね。うんうんうん、欲張っていいんだよ。うん、アンパイでもいいよ。きっとみんなは察してくれる。欲張りさんになっちゃうよね。こういうゲームだと。黒さえ踏まなければね。ちょっとね、もう 僕, う、ね、僕と犬飼さん初手でね、もう間違えちゃったかも、何も信用がないかもしれないけどさ。確かに。使いね、諜報員だなって顔をされてるかもしれない。うん、こいつら察し悪いやなって感じかもしれないけど。掛け事なんだったんだ。でもむずいこれ、ね、それかどう、敵チームにあれさっさと引いてほしいみたいなのもあるよね。あ、確かにね、うん、ラッキーあるよね、こいつ邪魔みたいな。どうやっても関連づかないのあるもんね。うん、掛け事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 なんだよな。うん、掛け事、博打ってことでしょ。博打ってこと、バクまあバクチってことやろな。パクチ野菜、パクチ、あー、そういうこと。野菜、野菜、なんか低鉄の上に飲まれちゃう。低鉄と匂い同じなんだよ。低鉄よりよっぽどテクニカルだよ。でも低鉄よりどやって感じに何で出すんじゃない。パクチーから野菜はもうテクニカルよ。初手そこの紐付けは負けらんねえ戦いではある。負けらんねえ戦い、戦いではあるよ。ではあるよ。誰これ、何が気になる。負けらんねえ戦いってよ。でも剣道、誰も何も言ってないのに、なんか、まあ、それか2枚か。ではあるよが気になる。ではあるよに意味があるって考えた方がここはいいんじゃないか。負けらんねえ戦いだって、戦いで止めてない。ではあるけど、ではあるよ、あるけどってことじゃない。でも戦えるものこの2つしかなくない？いやだからそれは甘いよねっていう話よ。ではあるように注意しないと。そっち敵だしな。そっち敵だしな。負けらんねえ戦いではある。ではあるよ。負けらんねえ戦いじゃないんだ。あ、でも戦いになっちゃうと。ではあるけど負けるだけ。ではあるんだけど。そっち敵だしな、おもろかったな。ではあるよ。いいんだけど。ではある。戦いではあるけど、負けちゃうってことなの。今までアドバイスだと思われてたぞ。ね、でもまあこれぐらいしかないよね、とりあえず。そうだね。まあではあるけど。でもリングは。でもいや、リングにもちょっとかけなくていいかなって思ったけど。リングにかけなくていいの。でもそれだったら、それだったらさっき一個も当てられなかった儀式3の残りを探りに行ってもいいのかなって思うんだよね。太陽とかなんか結構濃い線があったじゃん。オリンピック剣道は確定として。まあ、そっちのかかってる場合もあるしね。本当は押したから開きたかったやつをね。ダブルでね、このお題と前回のお題どっちも入ってる可能性もある。ドローンレースもね、負けらんない戦いでもまずとりあえず負けらんない戦い。ドローンレース、オリンピックと剣道やって野菜のタイムセール争奪戦とか見て良さそうじゃない。そうだね。じゃあちょっとさっきガルちゃんに引いてもらったから私オリンピック引きますわ。ドローンとドローン、いきます。いけ、よしよし、よしよし。自信プラハカー向こうのスパイマスター。じゃあ剣道も開けますか。はい、よいしょ。あれあれ、待って、めっちゃ同じ土俵だと思ったわ。オリンピックと剣道、わかんないかもしれない。ちょっとどうしよう。あれ、オリンピックの中の剣道かと思った。いや、オリンピックから開けてよかった。内向してるよ。え、難しいなこれ。じゃあ待って、これわかんないぞ。え、待って待って、わかんない。負けらんねえ戦いどれだったのか。一回掛け事忘れて、そうね、ではあるようによって剣道を走っていたのかな。一回掛け事忘れよう。ちょっとな、わかんないな。答え出なそう。掛け事、掛け事、ちょっとジムは全然わかんない。一回忘れた方がいいかもね。新しいお題で欲しいな、こんたくん。
と諜報員は言ってます。諜報員はそうですね、新しい情報を欲しがっています。お願いします。新しい情報を食べたいな、食べたい、食べたいな、新しいの食べたい。甘いやつ、甘いやつがいいな。幼稚園児かよ。甘いやつ、甘めのやつお願いしますって言ってるんで、下のものが今。はい、お願いします。難しいね。しかもなんかあのマスターと気持ちをシンクロさせるのにも時間がかかる。ちょっとね、まだ分かり合えてないかも。そうだね、どういう思考なのか、同じレベルまで思考パターンがまだつかめてない。コンタクの思考にちょっとついていけない。コンタクの思考は掛け事は死ではない。うん、ってことなんだね。これは大事な。そういう漫画とかから連想してとかじゃないんだね、うん、もうちょっとなんか違う掛け事。でもでもポーカーは直接的だったから、ね、どっちかというとシンプルめが、そうだよね、追いたい方かもしれない。シンプルめを、ね、特に数少ない時は多分シンプルめの方を考えた方がいいかも。そうだよね。しかもかでもさ、最初だから確実狙いに行ってるはずだから、もう一つなんか、なんか我々が知らない知らない何か掛け事に関するワードがあるんだ。裏事情に精通してるのかもしれない。掛け事に詳しいのかもしれない。カジノ用語とかがここに隠れてるかもしれない。猫とかいうのがもしかしたらなんか、あ、もしかしたら隠語なのかもしれない。デカめに笑ってもでもなんか説明聞いたらあーってなんのかな。インゴで猫はちょっと、インゴで猫ダメだな。ちょっと厳しい、過剰反応してるぞ。そっちの情報員、すいません、そういうとこ敏感なんでお願いします。キャッ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 、難しいね。むずいわ。どうだ、どうだ、出てくるか、どうだ、おいしいやつ。あれあれ、スパイマスター初めてかな。スパイマスター初めてなのかい。君こういうの初めてかな。超高タイプな。そう、超高タイプですよ。いいんだよ、落ち着いてもらって。俺たちのバツナギがね、コメント映ってなかったや。俺らの俺らのバツナギ力がスキルが、そうよ。そう、全然いけるよ。キャッキャしてるだけでも。あと3時間ぐらい喋ってやろうか。普段の同期の配信考えてごらんよ。バチクソ喋ってんね。何もなくても喋ってんだから。本当だから。ちょっとブルーチームおとなしくない？ドキドキ。ガルちゃん、お母さん寝てる？寝てない寝てない寝てないよ。楽しく聞いてた。入ってない入ってない。話聞くような話してないけど。雑音だよこっちの話ってことなんで。今話聞くような話全然してないけど、こっちのチーム何聞いてたの？ボケーと聞いてた。聞いてねえんだよそれ。これが同期なんだよね。はい。マジで相手側のやつもさ、結局なんかわからないから気になるな。オリンピックの戦いではあるよ。ではあるよがすごい気になる。ではあるよなんかこの、そう、この含みがなんかあんのかなと思ってさ、すごい気になってはいるね。戦いイコール試合ではないってことだったよね、つまり。でもオリンピックの戦いなわけでしょ。試合でしょ。直接的なものではなく、でも2。負けらんねえ戦いでは、負けらんねえ戦いではあるよ。ね、泥臭さを感じるな、その文面に。ああ、泥？じゃあ泥試合？これ風と似たようなこう。これ風泥風枠これ。泥風枠。泥風枠かな。ね、レイアウトもちょっと同じような場所にある。ね、同じような位置にあるもんな。ね、いや、ヤガミライトだったかな。そういうこと。ヤガミライトだったかな。確かに負けられないよな。負けたら捕まっちゃうもんな。確かにね。負けられない戦いをしてる。でも確かにそれも。ヤガミライトだったかもしれないな。難しいねこれ。あ、でもなんかリングで、リングでかけるか、なんか有名なさ、例えばなんか初めの一歩か、明日のジョーとかなんかそういうのでさ、そういうセリフあったんじゃない、負けらんねえ戦いではあるよ、ではあるよ、ではある、でも初めの一歩をレンレンが知ってるかという、初めの一歩読んでいるレンレン、全然違いそう、分かんないじゃん、読んでなさそうすぎる。意外とコアかもしれんよ、その意外と好きか。熱い、デンプシーロール知ってるかもしれない。1対1の熱いって、あれあれこれ、これもしかしてデンプシーロール、戦い、デンプシーロール多すぎるだろ。デンプシーロール来た、デンプシーロールじゃん、デンプシーロールだって来た。
そういうこと。リング来た。リングじゃん。それやっぱ。来た。それやっぱり、ま、矢神ライトとかドローンレースとかやっぱ泥試合とかそういうことだろう。でも普通だよね。矢神ライトはちょっと会話のさ流れを考えると別になくもない。もう一つってなんだろう。一対一の熱い試合。熱い、熱いだね。密売人同士の熱い戦い。密売人マネーゲーム。あれ熱いとやっていいの。マネーゲームか。そういう漫画ありそう。ドローンはドラムは多数だね。一対一ないよね。ドラムは一対一の熱い。ドラマーとドラムの熱い戦い。あんまない。あんまない。あんまない。ドラム？ドラム。ドラム VS ドラムあんまない。え、もう一つ？なんか心臓バクバクしてきたわ。待って、一対一の熱い試合。でも泥試合は結構一対一の熱い試合じゃない？確かに泥試合は。熱いよな。暑いに太陽が入ってるとか。うん、いやでも月と太陽ちょっと余分なもの付きすぎじゃない？か。暑いだけで太陽。でも一対一の試合じゃないんだよね。一対一でしょ。でも何？いやだから暑いっていうのが余分なワードだから暑いだけを抽出して太陽。電子レンジ電子レンジ電子レンジ。一対一の試合でよかったのになぜか暑いって入れてるところが気になったんだよね。もちもち焼きもち焼きもちで学んでたら。そう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 。だから太陽かなって。あとは1対1だからスポットに当たるみたいなスポット。スポットライト？かな。いやでもそれ以外爪。とりあえずリングは爪。爪スペイン語で。リングは当たるでしょ。リングは当たるやろ。うん、リングはね。この雑談聞いてリングじゃなかったもう笑っちまうわ。そう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 。それで行くとライトでな。来るんね、そうだよね。だからリン、あ、そう、一対一の熱い試合、熱い試合。熱い試合でも他に試合っぽいのがないんだもんな。スーツ。スーツ。営業、営業は営業マンの一対一の熱い戦い。一対一だと思ってる人が果たしておるかな。営業ノルマ。はいよ。一対多数だ。名刺、名刺をどっちが先に受け取るか。合格面接みたいなさ。なんだこれ。スポットライトみたいな。爪。密売人ドローンドローン泥試合来る。いやでも他になければ泥なんかちょっと黒いんだよ。でも泥そうだよね。ちょっと危ないワードではありそうだよね。泥ってほんとね糸とか風とかそんな香りがする。ドラムトンネル餅餅猫猫スポット電子レンジ。めっちゃ一つ一つしっかり考えてる。ない。ないわ。ないわ。でも、一つ選ぶのは。終えることもあるんだよね。うん、終えれる、終える。熱いもので行ってみる。終えてもいいんじゃない？いや、どうする？太陽か電子レンジか持ちで。太陽か電子レンジか。まあ、持ちは優先で引くか。スポットってさ。スポットライト？スポットライトみたいなことでさっきのボクシングとかかってるんじゃないかなってちょっと思うんだけど、じゃあスポットライトなんじゃない？スポットライトなんじゃない？それもだなと思ったの。太陽かスポットかかなって思ったけど、でもどうなんだろうな。小麦だ開けた？いいよ。小麦だ開けた。さあそうさあ人に責任を負わせようとするの。いいよ。空気悪い。いいよ。あれギスギスしてきた。いいよ。あれ卒業した。スポットライトのさボクシングと紐付けてなかったし、あれここで1対1の熱い戦い始まってる。あれ社風戦い1の熱い戦い始まってる。いや俺スポット行くで。スポットなあ行くで。押すで押すねんで何も言わといて。黒だったらちょっと嫌だなって思うよ。黒じゃない。おおすごい。ほら見たか。バッター。俺がよかった。まずい。俺がコンタや。コンタだ。じゃあ今日から君がコンタということで。俺がコンタや。よかったよかった。まずいね。ありがとう。どっちもこから始まるしいいか。もう一枚いけるよ。もう一枚いけるよ。パチパチ。すごいね。スポットライトで絶対。ライト引いちゃっていいんじゃない？狙ったか。コンタ君は今どんな気持ちなんだ？掛け事なんだよね。掛け事がわかんないんだよな。全然。引くのも大事やね。いや引くの大事。黒とかいいんじゃない？俺たちもうだって4枚取ってんだよ。確かに。そうよ。無理せずと思うね。向こうのチーム逆に無理しないと勝てないよね。無理せずと思う。そうよ。うん。いいと思う。お手並み拝見と行こうよ。
あれそんな、はい、その程度、その程度なんですか。あれお手並み拝見といこうよ。寒い寒い、いや舐められたもんですね。舐められたもんですよ。舐めてますよ。熱い試合見て、熱い試合見て。舐め舐めか、舐め舐めよ。熱そうなのは色だけか。ねえ、なんか言ってんな。煽りが、焦りから来る煽りね。はいはい、これが弱者ね。分かった。 まずは諜報員が煽るなよ。スパイマスターに頑張ってもらうとこからだから。弱者の言葉ね、はいはいはい、何もできないよ諜報員側。終わるんだったら押さないといけないよ。いやそれだ。全然そう。君たち煽ってる場合じゃないんだよ。そういうの早く言ってほしいよ。無駄なレスバしても。待ってたよ。そういう進行上のやつはもっと早く教えてほしいな。言うだけ言ってればいいよ。もうレンカさんやっちゃってくださいよ。言い終わってから押すのかなと思った。レンカちゃんもうやってたつもりだったわ。レンカちゃんやってくださいよ。ごめんね。シャキシャキやるからね。ねえレンレン、シャキシャキやるよね。レンカちゃんもう喋んないもん。事務犬。事務犬。え、どういうこと？いやまずモチじゃないっす。それはそういうこと。あ、モチ。そうだね。事務犬。ペットは、ペットこれは確かに。え、予想外のキーワードでも笑っちゃった。これはでも犬飼いさんよ。あ、スーツ。でも事務犬じゃなくない？それ犬飼いじゃない？犬飼い。え、なんかモチは事務ちゃんだよ。だってモチとスーツ、そういうこと。単品そういうこと。モチスーツか。モチスーツじゃない。なるほど。あーなるほど。めっちゃ餅スーツだな。え、餅とスーツじゃん。まず餅じゃない。まずとりあえず餅開ける。そうだね、まず餅開けよう。じゃあちょっと餅開けさせていただきます。はい、いただきます。いけ。よし、やったよね。ジム犬。あ、このどういうヒントだ。交わらねえタイプのジム犬か。そうそうそう。そう、あのもうた、うん、そうだね。これうまいな、これこれうまい。あ、やばい、これ2個開けられちゃう。2個開くな、これ。スーツ、スーツ行こうか。いや、もそうだね、餅の理論だったら。メガネ見落としてない、メガネ。メガネ。メガネあるな。うん、メガネがある。どこ。あれ、天使。どこどこ、メガネどこ。ないない、スーツ、スーツ。メガネ。やっちゃってください。あれ、停鉄は停鉄。停鉄。はい。停鉄。過去の記憶が。え、スーツ、スーツ。やったー、そうだー。イエーイ。かっこいい。ナイス。スーツさんかっこいい。スーツさんめちゃくちゃ。スーツさんかっこいい。みんなスーツ着てる。これどうする。え、どうするな、野菜開ける。野菜硬いよ、開けちゃう。野菜硬いよ、開ける。あ、儀式。あ、負けられねえ戦い。儀式。儀式で、でも死、負けられねえ。死は儀式だったとしたら、お葬式ってことだよね、つまり。死は儀式だったとして。死が、いや、まあ別にじゃない。ジムイの太陽説。泥人形じゃない。泥人形。死で、死んで、誰か死んで、生き返らせて、みたいな。泥で、レンカちゃん連生して。泥で連生。儀式に太陽、火が違ったなら太陽も違うんじゃない。そう、なんかそういう明るいイメージじゃないんだよ、多分。ジメジメしてるんだよ、多分。そうそうそう、儀式イコール、なんか、エドワード・エルリックみたいな、そういう感じ。持ってかれるみたいな。持ってかれる。そういう感じ。密売に。ガルちゃん、ガルちゃん、敵の言うことは無視するんだ。そうだね、そうだね。トンネル。なんか、イメージ外国みたいな。犬鳴きトンネル。どうする。ペットじゃない、ペット。お兄ちゃん、太陽か、野菜だね。勘のいいガキは嫌いだよ、みたいな。確かに、勘のいいガキは嫌いだよ。犬飼いさん、太陽か野菜だったらどっちか。ハガレンだった。黒猫とか言わなくて平気。めっちゃハガレン好きやった。野菜、や、儀式と野菜。でもまあ、儀式って料理って言うしね。でも太陽かな。太陽みんなあるんじゃない。太陽で行って。太陽で、行こう、太陽。火がない人が、太陽あるわけなくない。よーやったー、イエーイ。やったー、同点だぞ。コンタ、よしよしよし。コンコンタ、コンコンタ、キーちゃんやったー、レンカちゃんやったよ、僕たちやったよ、レンカやったよ。喜んでる、レンカ振ってる、レンカ喜んでる、かわいい、喜んでる、喜んでる、喜んでる、ニコニコ、レンカちゃん喜んでる、かわいい。コンタが置かれた状況を理解した顔をしてる。おいおい、まずいって顔してる。負けちゃうとさっきまで余裕だったのに。ごめん、ちょっとトイレに行ってきていいですか。あ、どうぞ行ってください。今度ゆっくり考えてください。すいません。ちゃっちゃっとやっちゃおうぜ。ちゃちゃっと関西弁。ちゃっちゃっとやっちゃおう。マジでやりそう。まあやったとてなんだよな、このゲーム。制限時間、制限時間あんのこれ。スパイマスター設定してない。ああ、じゃあ
あるときもあるのか。そうなんだ。仮にあったら一回戦寛容すぎるでしょ。超高OK。超高OKだから。一人100分みたいな。でもジム犬さっきの2問取るには超いい、なんかそうだね、なんか迷わない感じだったからさ、なんかやっぱ迷わないっていうの強いね。迷わないで正解取らせるムーブは強い。これ真似しよう、これ真似しようよ、うん、ピンポイントうまかった、伝えれてるってこと。目の付けどころが良かったな。なんか自分がスパイマスターの時こんな頻度の出し方思いつかなかったか。うまい。ジム犬餅とスーツどう絡みつければええねんと思ってて、多分ね、確かにねえ、そこねえ、うまい、言われたらわーってなるけど、うん、それを思いつくのが難しい ね, ねえ、いいよかった。コンタ君のこと褒めたいな、褒めたいな。コンタ君、コンタ君のこと褒めたいな、僕。苦しい、どうしよっかな。多分今回のお題めっちゃ難しいんだろうな、多分。うん、難しそうだね、なんか悩んでるもんね。バラついてるもんな。てかあれだね、数が2個以上が全然出てこないから。もしくはなんかに黒が引っかかりそうなのかな。確かに。お待たせしました。すいません。おかえりなさい。まだね、回答ターンに来てないから全然大丈夫。あ、了解です、了解です。すいません。とりあえず黒引かないようにしないとね。そうなんだよね。それが怖いよね。黒だけは。連想しすぎて変なの引いちゃったらあれだもんね。あまり深く考えすぎると黒にたどり着いちゃう時があるから。そうだね。犬飼さんがさっきなんか乗り物の時にみんながさ、うん、板も乗れるよねって言った時、板が黒だった。そうそう、板。そう、スイが乗れるなら板もって言い出したもんね。板も全然乗れますけどね。確かにね。板が黒だったから。板の方が子供は乗るから。スキー板とかみたいな。そうそう。すごいとこまで発想が飛んでいって。怖いね。まさか板みたいな。そうそう、考えすぎるのが怖いゲーム。そう、考えすぎる。殿下さんが4出さないと踏んで、4は無理だろうと、うん、思って、いや、そう、4枚出されたら終わりじゃん。4枚出されたら。ああ、そうね。だから殿下ちゃんが4出さないと踏んで、おいおいおい、4枚選ぶのはこっちだぞ。ストレートに考えないとやらかしちゃう。今回ドラえもん結構いけるな。いやでも関連ワード。ドラえもん、ああ、畑。あれ畑。これ。野菜。野菜選ばなくてよかったか。よかったね。畑。あ、じゃあこれじゃん。え、ドロー。ドロー。え、ちょっと待って。蜜蜂人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 。あったよね。なんか野菜。いい物入ってます。まあこれ可能性低いとして、でも泥と野菜は熱いんじゃないか。泥と野菜は熱いですよ。まず野菜ですよ、とりあえず。まあ野菜は開けちゃおうか。とりあえず野菜開けよう。よかった。泥もでも開けていいと思うんだよな。畑、泥いいよ。畑仕事イコール泥だよな。一番人熱すぎますね。開けちゃうか。うん、開けよう。うん、オッケーオッケーオッケー。あー、よかった。あと一個、あと1個、まずいな。どうするかっていう話よね。どうしようか。そうするとあれなんだよね、あのなんだっけ、掛け事。掛け事が元の掛け事が開けてないんだもんね。もし、いや、掛け事野菜だったって絶対。あれ、コンタ君のさっきの口ぶり的に2ターンで掛ければいけるみたいな感じにも取れるんだよね。あ、じゃあ残りもう一もう一組あるってことね。無茶しないでも。無茶せんかったらターンさえ回ってきたらこう来るんじゃないか。いや、それも読みすぎなんじゃない。次4は無理でしょ。言うて。まあ無理やろな。まあ無理やろ。青チームじゃ無理か。青じゃ無理無理。終了しましょう。推測終了するか。ひどいよ。4枚取れんだよ。やっちゃってよ。4枚取ってみなよ。あっち煽っても効かないんだよな。4枚来たらどうしよう。助けて、助けて。4いけんのかな。助けて。いやでもむずいやろ。ここに4つ。でもコンタも青が見えてるから。これでも今回のレンカちゃんのターンにもよるんだよね。僕、でもレンカちゃん結構いいの出してるよ。全部残ってるの全部制覇するってことだもんね。むずいね。でもなんかさっきうまかったからな。さっきうまかったね。ねえ、ワニちゃんいける可能性あるよね。でも4つだよ、4つ。4つはちょっとね。無理やろ。いくらなんでも無理やろ。いくらレンカでも無理やろ。いくらのレンカでもこれは無理やろ。ジュム犬出したレンカでも無理やろ。無理。あっちの情報多い。こっちチームビラから。ダンス
関西生まれ関西育ちがいるんだよな。一人両親がいる、一人両親が、両親が一人だけいる。一人だって。一人じゃない。誰だ。こんな優しくしてるの。一番右下のこいつ CV 小麦田天使だろ。まあ理由出ますね。そんなわけあらへんやろ。ああ、そんなわけあらへんやろ。いるんだな。解釈一致すぎるな。パンくれや。お、3だ。1人ここに来て3か。3? え、1人 ?1 人が 3? 負けるな、これ。え、1人え、すごっ。1人何 ?1 人 ?1 人, 1人劇団。ね、劇団。劇団だよね。1人ちょっと待って。え、ドラムじゃない。劇団どこにある。ドラムが1人。ね、確かに。ドラム1人でやる。ドラム2人いる。バンドはないよね。ちょっとサビはないよね。一人暮らしでギターとかはね、あっても。確かに。え、でも他に一人、他に一人ってある？一人で。でも地震の時一人だとちょっと寂しいよね。あ、寂しい。確かにね。え、でもそしたら一人だったらペット飼いたくなるんだよね。あ、わかる。一人。あ、じゃあ一人ぼっちの人は猫が飼いたくなる。猫も飼いたくなる。一石二鳥じゃん。すごいすごい。爪って一人で切るもんじゃね？あ、確かにね。確かに。確かに。いや、3だからちょっと信頼してくれてるよね。そうだね。猫は飼いたい。あ、ドローン。ドローン、爪、電子、でも電子レンジ、一人暮らし、うーん。え、うち家庭あるけど電子レンジ超いいの、最近買ったよ。うん、え、いいやつ。確かに、普通に家にあるか。いいね。うん、そうね。まあね、家庭にも、普通の家庭にもあるね。爪も一人か。え、爪も一人か。爪も一人か。それは揺さぶりいいですよ。揺さぶり聞いたか。ジャブ入った。聞いてますね。ちょっと待って、意味のわからん日本語言ってしまった。理屈を教えてほしい。え、宮上ライトも一人だよ。爪ってなんか、こうなんか、なんていうの、自分の他人の爪は関係ない？一人のものみたいな。え、ないと。確かに自信。じゃあ爪でいいんじゃない。あ、でも爪でさ、儀式に使えるじゃん。確かに。ああ、術的2つの意味を。ああ、ダブルミーニングだ、かけてた。2つの意味じゃんね。ここに来て今いくつ出てる。熱い伏線回収。儀式とりあえず、でも太陽と太陽神、でも裏返っちゃったやつも見れないもんね。あ、見れる見れる見れるし、ログ、ゲームログ。あ、そうなの。ゲームログで。で、あれ、ゲームログ、ひっくり返せない。これこの人のマークのところをクリックするとめくれる、めくれる。知らなかった。でもそしたらさ、チラって見えるね。太陽しか出てない。死もまあ、儀式だったんじゃない？まあ、ゲームログ見るのが一番早いよ。で、儀式が3だったから、あと1個出てない。ね、確かに。ね、確かに。やっぱ爪ちゃん？爪ちゃんか？まあ、爪。爪あるかもな。でも一人爪、あ、儀式、完全儀式で爪ってこと？完全儀式。儀式。でも一人で爪切るっていう。一人で3。うん、まあ一人で。夜に一人で爪切るなみたいななんかなかったっけ。ああ、そういう儀式ね。モズは外に一回も出てないのに爪切るなだったな。そういうのがあるんだ。うん、あるある。完全儀式。初めて言葉強い。出かけしてない日に爪切っちゃダメみたいな。あ、そうなんだ。ニート一生釣れないじゃん。ニートは切れない。だから伸びてるんだ、ニート。伸び伸びってこと？伸び伸び？引きこもりは爪切る権利ないってこと？でも爪切るために太陽浴びるから。そういうことか。どうに？健康的な。引きこもりってことじゃ。どうに？爪イコール引きこもりってこと？爪。あ、じゃあほな一人か。一人ってことじゃん。爪だな。そんな理論ある？だいぶね、土台が立ったよね今。じゃあ。一人ってことは人間だよね、これ。人間のことだから。ああ、そうも捉えるかもね。オームアローン。この中で人。オームアローン。爪切りは儀式やったんだ。オームアローン。ド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 イツリップ。スリップ。え？ああ、確かによく滑ってるよな、ホームアローン。そうそうそう、滑って。めっちゃ滑って転んでるわ。確かに。え、なにホームアローンは何の話、どこから出てきたの？一人でアローンだな。ドローンから飛躍したってこと？いや、一人の方じゃない。一人アローンから。ホームにアローン。それはどのカードの話をしてる？関係ない。スリップ。そういうことね。間に合ってないぞ。間に合ってなかった。諜報員の思考スピードが速すぎて、ロン、マスターが追い切れてない。ペットとか結構熱くないかな。
もうまだあでもそういうこと、ペット暑いからやめとけってくれるの。あでもでもそうさ、ペットが暑いからさ、そうすると猫も引けちゃうみたいな感じで3つ3つになっちゃう可能性はあるから。でもこれ怖くてちょっとなんか何とも言えないんだよな。一人でペットと猫、でも密売人とか怪しくないか。あでも密売人一人きりで会うでしょ。あ確かにね、そういうなんか秘密的な意味で一人って言った可能性は、うん、組織じゃなくて確かにね、密売人はね消去法 で、ドローンも一人で、あんましむれちゃいけないよね、操縦するし消去法で。トンネルはないですよ、トンネルはない、うん、トンネルがない、ドイツもない、うん、トンネルこそ、ね、ドイツはなんか独裁者一人ぼっちみたいな、そっち静かに一人暮らしって言ってるのに怪しいっていう話で一人はドイツはないよね、とりあえず、ドイツないと思う、往復なドイツはないでしょ。電子レンジ、あでも電子レンジ、ちょっと待って、いやドイツのさ、うん、ドイツ漢字表記で一人って書かない、うお、本当だ、ちょっと待って、え天才、やべ、天才やん、漢字表記してないのがずっと気がかりだったんだよ。いやそれきつい、ってか、これさえ守ればのラインだった今、天才いた、天才、わかんないけど、わかんないけど、これ黒とかだったら、もう何も言えなくなってきちゃった、怖くて、いやドイツだけは隠したかったよ。レンカさん天才なのではそれだったら、レンカさんも天才だし、気づいた犬飼さんも天才だし、僕何って感じなんだけど、チームの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 、海外でしょ、ねえ、天才なのでは、違かったら嬉しいな、ねえ、どうだろう、でもそうかも、レンカちゃんが顔見よう、ドイツが強いとしてどれから引くか、でもさ、あと2つもある、天才すぎて鳥肌立ちました、猫同期ずに1人猫いるよ、お1人、あでもさっきの、ね、あれでね、ジム犬の流れだったら同期ず縛り、そこに絡めてくる可能性はあるよね、なるほどね、1人なんかこう、ドイツは確定かな、これ、いや、わからんよ、どうやろうな、いや一人三枚だもんな、分かんないよ、ドイツが一人になったらドラムが安直すぎて不安になってきたよ。いやでもドラムストレートになんかやっぱどう、うーん、バンド爪は2位と全部がひねってるかどうかは分かんない、爪は2位とじゃねえよ、爪は2位とだ、爪は2位とじゃないよ、爪は2位とだよ、そんな辞書ないよ、爪は2位とだってなんだ、爪は2位とだ、イコールになっちゃってる。いやでも他結構なんか薄い気がするんだよな。あるとしたらやっぱドイツ、ドラム、ペット、電子レンジ、ドドド、うん、ペットと猫は違いは、ドローンもドだな、でまあ猫もまああるかな、その言いつつ、爪はニート、今日覚えるべき内容ですね、うん、そろそろファイナルアンサーかね、そろそろ決めたいね、3つに絞る、ドイツは当てる、開けてみる？ドイツ一番に行っちゃう？そこ最後の方がいいんじゃない？ね、どうだろう。ドイツ。ドラム1にするかな。ドラム1、ドラ。ドラ？ドラ？スコ？ドラドラ？ドラ？ドラ？ドラ。ドラえもん。ドラ。バトルドーム聞こえてきたって。バトルドーム。ドラえもん。じゃあで他なんかまだ拾えてないなんかヒントあったっけ？負けらんねえ戦いと儀式。あ、そうね、負けらんねえ戦い。負けらんねえ戦いまだ空いてないんだっけ。爪じゃんね、やっぱ。爪でバトルか。爪バトルに使えるじゃん。どっちの爪がないやろみたいな。負けらんねえ戦いだな。負けれるな。猫派犬派とかは。負けらんねえ戦い。負けらんねえ戦い。負けらんないわそれは。あ、でもキャットファイトとかあるもんね。キャット、あ、負けらんないね。猫じゃね。負けらんねえ戦いだよね。猫来たんじゃないか。猫結構熱いと思うな。猫が黒だったら怖いよね。そうね。黒猫怖いもんね。横切っちゃうか。まあ黒を恐れたら何も引けないけどね。ね、でもそう。結構外して考えてくれているかな。どうでしょうかね。やっぱさっきさ、自分がスパイマスターやって最後の方どういう心理だったかっていうのもヒントになるんじゃない？そうだよ。経験者2人しかいないんだから。教えてよ、その心理を。こんぐらいむずくなってきてからの考え方がどうなるかなんとかなれーって思ってやってたのか。僕の遥か上を行ってるよ、もう思考が。残念ながら。もう超えてる？残念ながら。超えてった？変えてる。変えてるからもう残念ながら僕わかんない。どの辺が濃いか、ガルちゃん。でもドイツは天才だと思う。
天才すぎて届いてない可能性あるからね。確かにこれは本当に天才、天才すぎる可能性。ドイツ行ってみる。そう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 。ドイツ行って尊敬してしまう。ドイツ行く？マジ？ドイツ先？仮にドイツ外れてもなんかまあまあまあぐらいのテンションかもしれない。これ気づけた時点でもうなんか満足まである。プロあるぞ、うん、そうだね確かに。ちょっとドイツ弾いてみようか。弾いてみよう。ちょっと感動した。じゃあ弾いてみます。はい、はい、いきます。えい、おードイツ、すごい。いや天才、え天才やん。マジで本当すごい。喜んでる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 。合ってたんですか。合ってたんですか。天才すぎ。お前らよう分かったって。ああ、うなずいてる。すごい。天才天才。え、すごい。いや、もう勝ったような思いよこれ。いや、勝ったような思いよ。連歌だ、連想ゲームめっちゃうまくない？めっちゃうまい。問題はあと2つですけど。そうね。ね、どうしますか。爪が丸いよね。でもまあ今の絆を、今の絆を確かめ合えた時点でもう、そうだね、十分かもな。なんか満足だなこれ。うん、一人がドイツって分かった時点でも満足だな、ね、なんか。あとどうしようか。あとどうしようか。三出してくれてるもんな。そうだね。三出してくれて、でも四つ開けって意味の三だと思うよこれ。確かに。そういうこと。あ、まあそうだね。いけるぞお前たちならぐらいの。え、でも蓮華さんはそういうレベルのヒントを出してくるってことでしょ。そう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 。ね、思考レベルが結構上にした方がいいかな。考えすぎても大丈夫ってこと。大丈夫ってことだ。むしろ考えた方がいいかもしれないよ。直接的じゃないものに感じろってとこなんじゃないの。ってことは逆に一人っぽくないやつを選ぶと確率が上がるっていうことじゃない。ねえ、惑わしてくんね、めっちゃ。でもだってドラム行く。でも気づかなかったらドイツ一番最初に外すもんね。そう。ほら、そのレベルを求めてんだよ、うん、関係ないよねって。ジムだったら外しちゃってたかも。3つ3つだったらそのうちの1個は全然直接的であってもいいと思うんだよ。じゃあ1個だけね。なんでなんでパパみたいになってんだよ。1個だけ選んでいいよ。おやつ売り場のパパか。え、ドラムは1人だよね。でもドラム行こうか。行こうか。ドラム開け、ガルちゃん弾いてもらって開けるね。えい、おお、お、一般人だった。お、一般人だ。考え方がね、一般人か、浅かったよ。でもまあ黒じゃなくてよかったね。そうだ、さあコンタ君、うんうんうん、喜んでられないよこちら。あ、でもすごい。コンタさん、これでもう明日じゃない、次に行こうか、うん、ドイツな、すごい。いや、ドイツ当てれて満足。なんかすごい優秀なヒントって感じだった。いや、し、気づいたの素晴らしい。よ、ね、よく気づいた、すごい、うん、いいヒントですよ。気づかれないようにしょうもないこと言ってたのに。そう、僕たちドイツって分かってたんだけどさ、爪だ爪、あと2枚、うん、かって赤チーム全員ドイツ分かってたんだけどさ、バレないように必死だったんだよね。バレないようにドイツってしょうもないって思わそうだ。ドイツだけはかがれちゃいけない。消去法ではドイツはねなしかなって。もう役割分担だから ね。ジュムちゃんがイニシャル P、 イニシャル P、 イニシャル P、 あーパチモン来たぞ。ヘッドとパーツ、これとこれってこと。おいおいおい、ね、おい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 、これでいいと思うよ。イニシャル P、 イニシャル P、うん、あ、じゃあもうこれ以外ないよね。え、シャル E、 ディシンネコライトトンネルドロー、まあいいんじゃない、これいいヒントだよ、いいヒント、うん、いやいや、イニシャル D がイニシャル P、 頭文字で書いてほしかったけど、うん、イニシャルじゃなくて、いや、トンネルとかじゃ、トンネル行っちゃうかもしれない。イニシャル、僕もスリップしちゃうかもしれない。ライトとかさ、スリップしちゃうかもしれない。ライト消してやる。これはもう直接答えでは、これ。これちょっとちょっとちょっと。これ普通に直接答えじゃない。これトンネルやってんじゃん、やっぱり。うん、まあ、これで開けますか？当てようか。これはいいヒントだと思う。開けちゃおう。あ、いけよー。おい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 。あれはおい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 。これは答えすぎる。爪相手にあったよ、爪。トンネルドローン。あ、爪そうなんだ。爪ニートだから。してたけど爪、ね。トンネルドローンの爪だよ、残り。ナンバーストペットはこの2つが残ってないと出せない。以上ヒントだから。そう、イニシャル P はいいヒントだと思いますよ。だからパーストペット以外の答え、なんていうの、カードの出せないヒント、偶然の一致ね、うん、うんうんうん、いや、の意図して残したんですけど。おお、意図してね。あ、そうか、最後に確実なのもの用意してたってことか。そんな考えるね、すげー。はい、まあ神だったということで、すげー、答え合わせ、答え合わせ、ありがとうございます。え、レンカタン、え、一人の三何、一、はい、人三どれ、まあドイツは合ってて、うんうん、おあと爪は一人できるから爪かな、合ってたんだってなるよね。あと負けらんねえ戦いではあるよと一人がドローンだったんだよね。負けらんねえ戦いではあるよ。戦いではあるよ。あの一応そういうさ大会みたいなありそうだなと思って。あー、そ
そういうことね。でも確定じゃなかったから。ドローン、確かにドローンは一人か。そう。でもドローンレースってちょっと出てたもんね。そうそうそう。一人でやる方が良かったね。確かに一人でやることで。そうなんだよね。その後にさ、剣道見つけちゃったから。ああ、でもそうね。言われないとそこ繋がんないもんね。僕も分かる分かる。貝殻それだったもん、僕。そうなのよ。貝殻そうじゃなかったら。自信に来るか。貝殻それだった、本当に。え、トンネルはどこにも出なかった？そう、トンネルはちょっと出せなかったんだよね。絡みにくかったんだね。そう、絡みにくかった。一人肝試しかと思ったわ。うん、ガチの自信が邪魔だった。自信ね。そう、自信が泥とかを出すのにさ、野菜とか地面系でね、自信絶対拾うよな。あ、そうだね、確かに土だったらダメだったね。いや、なかなかいい試合だったな。いやいや、でも俺ドイツ伝わって満足です。いや、めっちゃすごい。よかった、天才だった。ドイツすごい。よかった、かっこよすぎた。ドイツはそうだよな。うん、ありがとうございます。それもなんかちょっとやっぱちゃんと気づいたのもすごい流れが良かったね。ありがとうございます。絆気づいてた、いいな。かっこよすぎだろ。よかったよかった、よかった、よかった。犬、本日の MVP だった。あ、ジム犬もね、すごい分かりやすかった。うまいな。ちなみに儀式何だったの？あ、掛け事。儀式はね、あ、掛け事、あ、そう、掛け事知りたかった。掛け事何だった？掛け事ね、僕ポーカーとリングだったんですよ。あ、リングか。やっぱ叩け的な意味でリング。あ、そうですね。はい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 。叩け、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 プロレスみたいな。なるほどね。そういうイメージ。ああ、そういうことか。はいはいはい。ファイト的な意味でね。そう、ファイトマネー。僕はね、そのなんだ、遊戯王で地下デュエルっていうのがあって、地下デュエルリングのイメージで話してる。オタクの方で考えた方が良かったかも。ちょっとすれ違ってたね。オタク知識がすれ違ってました。オタク生命じゃない方、遊戯王の方だった。遊戯王か。いやー。もう一試合ぐらいやります？あ、でもレンカさん今日時間やばいか。いや、行こう。負けらんねえ。1時間かかるけど平気？1時間かかるぞ。あの、仮眠したから大丈夫だよ。睡眠時間で早く寝なきゃって話か、今日。うん、でも大丈夫大丈夫。髪やもんから。3回目テンポ早めに意識していこうか。テンポぶった切って、1回お手洗いって僕も。いやじゃあ時間制限とかってで設定できるんだっけ？できるけど、けど、あ、でもごちゃごちゃになってる。スパイマスターを誰がやるっていう。ああ、私もね、そうだよね。チームあってみますか？とりあえず一回チームある？オッケーオッケー、チームありますね。チーム編成。あ、なるほどね、時間制限いろいろあるんだ。諜報員の時間制限とスパイマスターの時間制限と。え、スパイマスターに時間制限結構しんどいよね。そうなんだよ。スパイマスター誰がやってないんだ今。あ、ジュムやってない。じゃあジュム店にお願いする。ジム店。お、わかりました。ちょうどチーム分かれてるね。あ、いいね。そうですね。時間制限どうだろうね。なんかもう諜報員からどんどん煽っていくか。あー、スパイマスター大丈夫？小麦ちゃん黙って大丈夫？お林いないよ。お林いないけど眠すけちゃん本当に乗りたかったとかないかな。あ、確かに眠すけちょっと待とうか。一応一生諜報員やってたいって言ってませんでしたっけ、あの人。あ、言ってた。そういえば言ってた。もしかして言ってた。あの、諜報員のトップでしょ。逆にそんな眠ピッピだからこそやってもらいたいところあるんじゃないですか。まあまあ確かにね。じゃあジムちゃんが眠すけか、ねむすけさんか。一応帰ってきてからもう一回聞いてくか。はい、戻ったよ。おかえりなさい。今グループ分けしたんだけど、スパイマスターうちどうするってことで。うち？どうなってる？ねむすけちゃんかジムのどっちか。なんかもう分かれてる？あ、分かれてる。チーム分けして。セルフで分けてるってこと？うん、もうランダムでチーム分けなったよ。画面が変わってない。あ、本当？あ、画面は変わってないけどチーム分け変わってない？チームのところも青になってない。あ、本当だ。オッケーオッケー。で、ジムちゃんがやりたいって話？あ、うん。え、あ、え？あ、僕がやるってこと？あ、じゃあ、やります。やります。オッケーオッケー。じゃあ皆様バッジを。上司に圧かけられた。違う違う。やりたいってこと？やりたいってことだね。怖すぎる。やめてください。そんなつもりで今言ってないよ。
やりたいってことですよね。やることは、はいはい。やりたいってことかと思っちゃった。あ、そういうわけじゃないんだね。あ、え、はい、あの、すごいやりたいと思ってます。熱が。気まずい。やりたいならいいか。気まずい。はい、ほな、皆様、バッチつけ、あ、バッチつけ、ジムちゃん、青いスパイマスターつけれますか？あ、間違えた。ちょっと待って。こっちか。で、合ってるか、他は。こっちか。そっちはスパイマスターは誰なの？これでーす。なんでお囃子がいなくなるねって話をしました。お囃子よ。スパイマスターでもお囃子するやろ。ジムちゃんうまいからな、あれ。みんなが寂しくならない。全然、本当に全然だよ。ダメだよ。今、え？お囃子。ちなみに、会議や会時間制限ってね、うん、その時間制限終わっても勝手に切り替わるとかじゃなくて、うん、タイマーが、ね、出るだけだから、ピピピって言うだけ。そう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 。ルちゃんが赤か。急ぐだけね。うんうんうん、そう、手動みたいな。僕が青の情報員。ごめんね、作業引っ張って。うん。OK。多分そうだと思う。時間切れになっても何も起こりませんって書いてあるから。うんうん、あ、確かにね、これ勝手に進行しないはず。そうだね。だからありではあると思う。どうする、うんうん、するタイマーつける？タイマーだけ、タイムキープでやっといた方が。うん、うん、なんかね、うん。どんなもんにしますか、タイムは。何分だ4往復したよね。3分ぐらいか、じゃあ。そうだね。3分。うん。待ってね。3×24 ぐらいになるのか。相手チームとか回答してる時間も考える時間は。そうそう、うん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 。そうだね。あ、じゃあからマスターと情報員どっちも3分ってこと？うん。いいんじゃない？オッケー。まあオーバーしてもいいよって感じで。うんうんうん、とりあえずなんか時間見えてないといつまでもダラダラとしちゃうから、うんうんうん、そうだね。難しい、これ難しい。これで合ってるのかな、うん、タイマーをセットする、うん、もう始まったね、タイマーは、うん、始まってる、うん、あ、もう始まってる、うん、あ、本当だ本当だ、あのスパイマスターの横に出てるね、出てますね、はい、煽るだけ煽ったから僕がやるのかと思った、うんうん、あんだけ煽ったんだろ、マジでジムちゃんにやりたいのかと思ってた、初めてだから、ね、あんたがやらせたんだな、はい、やらしてない、じゃあちょっと待ってね、今は日頃の行いだな、これ多分ちょっと共闘弁かなと思いましたね、そう、あの圧には耐えられなかったふうかちゃん出ちゃったプルプル、ちょっと待ってね、うんうん、あ、いや最初だからね、こういう時ミュートした方がいいんだっけ、うん、あ、今日はもうどっちでもいいよ、うん、うん、一応黙ってみよう、これもなんか難しそうだね、これね難しそうだね、サビ台所頼む、いや本当にしんどいスパイマスター心の声だな、めっちゃあ、でも伝わった時マジ声出るなんかね、あの作ったヒントが他のワードに引っかからないからめちゃくちゃ心配になる、そうだね、そこのチェックでね、がんじがらめになっちゃう、一回間違えるとマジあの諜報員からの信用失うから貝殻はダメだろメンバーによって、でもそれ違う、間違えたんだみたいな、貝殻しかもさ右側に連なってたからさ、そうそう、絶対見落とさないやろっていう感じで、いやしかもキラキラとかかってんのかなと思ったんだよ、キラキラじゃないでしょう、貝殻は、貝殻はキラキラにかかってなかった、あと否定はするんだよ、そうフォークと貝殻だったら貝殻の方がキラキラかと思いました、そうか、まあ、でも鏡はキラキラかなと思って、ね、表面がキラキラしたもの、価値観だから、このゲームむずすぎるんですけど、ね、意外と相手のパネル見れてない時があるんだよね、うん、そうだね、そうだね、進めるかもね、自分の意外と、そう、貝殻がそれがむずい、しかも初手一番むずいでしょ多いで、いやそうなのよね、多すぎ、玉ねぎ大とか、そうなんだよ、でもなんか最後の方を何にしていくかもむずいし、そうだね、自分が赤色、最後の方までちゃんと序盤で組み上げられるのはだいぶ上級者やし、なんかあれだった、僕の場合はなんかレンカちゃんとこのチームのカードと被ってる状態が多かったから、なんか連想されるものが、だから序盤畑にすると絶対太陽取られるなと思って、そうだね、そう、レンカちゃんとこのカードが引かれるまで待ってた、あ、そうなんだ、うわテクニカルだ、うわテクイな、うまいな、テクイね、もうこれしか分からんけど畑出したら絶対太陽じゃんと思って、やってる人ですね、でもあれだったわ、儀式が血だから葬式だなとか言ってるの意味わからんくてずっと笑って
何でも儀式は葬式だよ俺。あ、そうなんだ。そうだったんだ。そう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 。ただそれで野菜も関連されたのがすごい意外だったけど。でもあるんだけどね。あ、まああるかと思って。あるんだけど。葬式でね野菜使うのは全然あるんだけど。まあ二重としてそれがありそうだね。そうそうそう。あ、全然ある全然ある。お前ものとして。ある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 。そう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 。何かしらねやっぱ対価が必要だからね儀式で何を呼び出すなら。それは確かに。僕ジムちゃんスパイマスターとあんま圧かけれないな。あれ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 。人選んじゃうな。人選ぶの。あれあれ。人選んじゃうんですか。人選ぶのやばすぎだろ。優しくしちゃうぞ。あれあれ。優しくして。でもさっき圧かけてましたよね。スパイマスターやりたい。圧じゃなかったんだけどな本当に。ジムさん、まあ、つかやりたいですってなってた。やりたい。優しい儀式。あれだったかね。びっくりしちゃったよ。返しが。うわ、どうしようかな。なやりたいかと思ったけど。めっちゃさ、ジムちゃん。あと1分切ったよ。むずい。むずいよね。お、ハロウィン。ハロウィン。ハロウィン。まあ、ミイラとかじゃない。お願いします。ミイラ、ジャックスパロー、ね。ジャックスパローじゃない。ジャックオーランタン。そうだね。海賊。うまいな。あ、海賊ね。なるほど。他にあるかだよね。台所？台所夜はハロウィンだね。夜か。夜か。うん、美女じゃない？お菓子、驚かす。美女と野獣とかはちょっとそれっぽいな。ハロウィン、マークはまあまあハロウィンじゃないか。まあでもシンプルに4つも出たならこの中だろうな。夜っぽく夜いや違う。夜はあると思うよね。夜っぽいよね。まあ美女ガムガムはまあでもハロウィンといえばお菓子の要素も入れたいかなっていう。いやでもトリックはトルネードじゃないそれは。トリックはトルネード。聞いたことないから。トリックはトルネード。三軸みたいなこと言ってる。地方バレするってそれ。ジャックが何のジャックなのか。ジャックオランタンでしょ。ジャックオランタン。あのカボチャのことを言う。あだからめっちゃハロウィン、ね、確かにね。じゃあ海賊違うか。海賊減らしてもいいかも、うん、この並びならね、うんうん、でもさ別にさ、うん、そのめっちゃ綺麗に当てはまっているかどうかは正直分かんなくて。そうだ、ね、苦渋の、うん、そうよ。まあまあまあ、でも序盤だからな。いやでもこの4択でいいんじゃないか。さっき序盤だからなで火外しちゃったよ。いや火は儀式じゃないもん。儀式だもん。火は儀式じゃないもん。お葬式だもん。お葬式火つける。外しちゃったよ。外しちゃったから。でもやっぱ火って考えると燃料とかもあるんじゃない？いやでもね火はそれはあるけど、まあ、遠くない近いのが多すぎるからわざわざ燃料行きたくないかな、うん、そうそうそう。砂糖がシュガーのパターンとかないよね。シュガージョブちゃん表情隠しすぎじゃない？ニコニコしてるな。情報素晴らしい。でもさ夜ミイラあたりはいいと思うんだよね。ミイラはでもハロウィンといえば感あるよね。仮装にしても、うん、ミイラ行っとく。行っときましょう。ミイラ行っとこか。よしよしよし。おで夜も行っちゃうね。あと40秒夜も行っちゃうか。いいよ、はい、夜行っちゃおう。でもうん、おすごいな。でもガムよりさガム、うん、ジャックじゃない？で消しときたいからジャックで考えてたまであるかもしんない。あ確かにね。さっき後半どうのこうのの話したからね、うん、ジャックホランタンなんぐらいしか使えなくない？トランプか、うん、あれぐらい。ジムちゃんそこまでいいぞ。ジャックホランタンまでがセットだと思ってそうなんだよね。そうだよね。そうそうそう。ジャックでいくか。ジャックでいきましょう。 OK 行こう。よし。やばい、鮮やかすぎる。よし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 。これが鮮やかすぎるな。運もあるよね。簡単なんじゃあれ。しかも3枚でひよっちゃったな。出てない情報。わかんないからね。さあ、しか出てないから。聞いちゃうかもしんないからさ。2回目やろ、それ。怖いから。ガムはちょっと、なんかちょっと、あ、おやつだけどなーって感じだった。でも、これで、これで当てちゃったとしても、ジムちゃん次を考えてるかもしれないから、怖っ。そうそうそう。ジムさん怖いな。そっち3人もいるんだから、シャッキとしてくれ。シャキッとな。まあまあまあ仕事始まったら本気出しますよ。わあ、始業ベル鳴ってないまだ。本領発揮だから。そうまだ鳴ってないか。まだ今タイムカード切ったぞ。スポーツか。お？スポーツか。じゃあレースでしょう。まあレースそうだね。確かにそうだね。初心者マークとかあるんじゃない？スポーツか。3かマーク。3。ギアじゃない？3ってどれ？ギア入れちゃう？どれどれどれ。
まあ、錆びたりもするよね。燃料じゃない。錆びたりもするね。やっぱり台所で作ったりもするよね。でもあと平らなところで走るよね。あ、もう美女確かに。もう4つ出たぞ、あいち。だってバネとかもあるんじゃない？スプリングってね。一瞬思ったな、それは。あ、バネはあるね、確かに。全然あるよ。でもまあ、まずレースじゃない？スポーツカー。え、トルネードする場合もある、全然。レースは絶対。全然あるよ。あ、でもスポーツカーならトルネードする場合もあるね。そう、全然あるよ。あるんだ。ヒットインしちゃうもんね。そうそうそう。レース行っちゃおうか。レース全然ある。行きます。2人のチームの方が増えた、はい、確かにな。ガイアがな。声が弱いね。ガイアが弱いよね、ちょっと。混ざれないな。スポーツカーだよな。でもそうか、カーか。別に。カー。いや、牛が走る場合もある。ビジョはちょっと違うか。牛もあるよ。スポーツカーとビジョはレースクイーンなんだっけ。レースクイーン。それはないんじゃない、レンカちゃん。あれ？あれ？牛がレース走んないんじゃない。なんかそのカーレースとかじゃなく、待って、カーレースだとそのままだからか、スポーツカーなのかな。タイヤ。スプリングあるんじゃない？スプリングはある？ビジョンある。スプリングは全然あるよ。全然。ね、どうして俺らの声が届かない。ね、俺らの声が届かないよね。届かなくても喋るんだよ。届かなくても喋るんだよ。仲間のふりして惑わされるよね。なんか。あとはあれか、木製のスポーツカーってなんか歴代1位取ったことあるらしいけど、どれが比重でかいらしいじゃん。とかじゃあギアと燃料、錆びたりもするよ。ギアってワンピースじゃあるまいし、ね、確かにそれワンピで、それワンピースだよ。テンテンだよ、それはテンテンだからさ。そこはそこはワンピースじゃない。ガヤうるせえ、うるせえ。まあでもギア燃料かな。ギア燃料いく。いや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 、行こうか。どっちから行こうか。イニデーのこと考えなくていいの？さあ、行っちゃうの。燃料。行っちゃうんだ。燃料か。燃料行く？本当に？燃料行くか。本当に？確かにギアか燃料だったら燃料がスポーツか。車といえばね、イニシャル D だしな、小麦団の中で。じゃないか？イニシャル D といえば燃料行こうか。燃料じゃない。豆腐屋だからさ、台所なのよ。ああね、うん。ほら、やっぱそうじゃん、台所じゃん。台所かもしれない、ね。いや、燃料じゃない。行っちゃう？で、台所っつったら玉ねぎの場合もあるしね。じゃあ押してもろて。悲しい。あらー、あ、ちょっと待って、全然声が届かないな。おかしいな。台所は薄いわ。台所するあと10秒。でもギアはワンピで来るんじゃない？でも僕は台所あると思うんだよ。よしよしよし。ギアワンピで他にワンピないもんな、でも。確かに。いや、ある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 。海賊太平洋あるか。海賊太平洋がうちのチームかどうかわかりませんけど。そうだね。いや、まあそれはそうだけどね。それは時間がかかりすぎだわ。あ、本当だ。じゃあギアにしようか。ギア行こうか。セカンド。じゃあギア当ててもらって。ギアじゃないでしょ、でも。来たー、綺麗だなー。どうする、閉める、閉めていいか、これは。これはでも3にしてるってことはこれ以外は使うのはないってことだよ。うんぷてん。終了しよう。中小、すごい。まあなんか綺麗にな、3回目にもなると慣れてる。すごい、すごい、なんかいい戦いになってる。いい戦いですよ。うちの小麦田さんですから。いや、うまい。いい戦いだと1個僕たちが多く取らないと負けちゃうんだよ。そうだね。いや、人数少ないのにな。ね、確かに。さあ、何でも何でもいけるぞ、ジムちゃん。僕たちは。ああ、来い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 。何でもいける？信じてくれ。何でもいけるですか？拾う拾う。感受性豊かだから。ああ、全然いけるよ。感受性豊かすぎるよ。ちょっとうぬぼれがすぎますね。テイテ2はやばかったよ、本当に。テイテ2は入れてない。テイテ2は入れてない。イヌピの方が悪いやろ、あれは。一生恨み。満場一致やわ。あって笑う。テイテ2豊かすぎてよ。テイテ2の恨みずっと引きずってますね。めちゃくちゃ引きずる。テイテ2はあっただろう。テイテ2でコメントしてやるぞ。相当絞らないと。花があったらテイテ2あってもおかしくないかな。いや、そうなんだよな。それはあるけど、同レベルのところで起きた時に粉出してほしかったな。粉はね、正直一切よぎんなかったね。テイテにはあると思ったんだけど、粉ってどっちもどっちもだってね、語呂合わせで数字になるけど、テイテ2は2しかなってないんよ。しかも伸びてるし。伸びちゃってるし。いや、でもこれだ感あったからね。逆に。確かに。え、謎かかりすぎたんよな。いや、なんか、テイテ2って言われて、あ、じゃあ来なかって思ったけど、いや、2個も来ねえなって思っちゃったんだけど。そうそうそう。押し切られちゃった。だから、テイテ2かなって。テイテ2でどうやってるイヌピを想像しちゃったよね。そっちの方がおもろいなって。
エンタメ取られたか。MVP って言って欲しかったよ。マジでおもろい定鉄。それがこの定たらくですよ。ジムちゃん考えてくれてますけど、ジムちゃんでも結構いいヒント出してくれそうで、今度得意、いいね、得意だよね。いやでもジムちゃん。ハロウィンはちょっと運良すぎるな、これで。確かに。でもそこを引っ張り出すのがうまいよ。でもガムを避けた僕たちのおかげみたいなところあるから、ね。いや確かにそれはそう。ちゃんと伝わってはいるよ。海賊もちゃんと引いたのもね、うん。海賊もね、だってね。あるそうそう。飲まなかったら飲み3つ選ぶよ、さすがに。そうかな、花見団子フラペチーノ。ちょっと待って。花見団子フラペチーノ。カフェじゃない？盛り込みすぎだろ。カフェだろう、ね。なのに、まあ。スタバが絶対イメージしてるよ。カフェはある。花見、まあ、とりあえず入れるか。砂糖を。確かに美女ガムユフラペチーノって牛の牛乳使ってんじゃない？スプリング、いやこれはスプリングじゃない？ガムみたいな甘さみたいな、天才か、うん、スプリング、でもこれじゃない？2だよ、2、台所で作るよ、台所で作るね、台所では作らない。台所では作らない。まあ春感あるからスプリングとカフェだと思うよ。そうだね、そうだね、団子要素なくない？春はトルネーで多いよ。団子要素は確かにないんだが、団子要素はないか、花見じゃん、桜フラペチーノとかでよかったんじゃない？スプリングはまあ花見なんだよ、多分合ってる。そうだね、フラペチーノはちょっとカフェなんだよ。敵にヒントを与えたぐらいちょっと結構致命的だったか、私。でも砂糖きび、砂糖きび違うか。欲張りすぎか。え、なんだ、団子確かにないんだよね、このキーワードに。わざわざ団子を盛り込んでるよ。これミスった説ない？いやないか。いや、スプリングとカフェは結構シンプルだから合ってると思うんだけど、2なんだよな。団子がちょっと。でもフラペチーノって言ったらやっぱ美女じゃない？フラペチーノって言ったら、団子はあえて意味してないみたいなない？え、団子意味せず入れる？花より団子で美女じゃない？花より団子で、花団。花団で美女なんじゃない？花団。とりあえずスプリング開けてみる。花壇ペチーノ、ん、いいよ。いい、開けるよ。スプリング開けていいよ。あるでしょ、さすがに。うん。ああ、そうだね。で、フラペチーノ入れるってことはカフェだよね。いや、カフェ、カフェ、カフェ。これカフェはもう、そうだよね、あると思う。うん。おいおいおい。すごいな。団子がただ一生つきまとうな。団子意味してる。団子残ってるよ。まあ、多分、でも、今、数以上のヒント。違う、あのヒント以上のさ数をさもらってないから、ね、まあ、ここは一旦終了かな。やめとくか。うん。攻めないと。団子なんだ。いや、団子これ装飾じゃないか。やべって顔。やべって顔してんのかな、自分ちゃん。やっちまった。団子。伏線あるかも。次回への伏線ある。確かに。ああ、なるほどね。え、だ天才か。今回スパイマスター2人ともうまいな。うわ、ね。今順調だね。順調。スパイマスターうまいとこんなに。そうだね、次3ぐらい欲しいな。でもジムちゃん、カード3じゃダメか、4だから間に合わないか。確かに今のパンピー出てないもんね。怖いなこれ。いや無理か、欲張らなくてもいいんじゃないか。でも次ジムちゃんが4来るかと言われると、欲張んなきゃいけないか。あ、そうか、ね、じゃあ団子はやっぱ伏線だったんじゃないか。伏線だとしたらどこになる。花壇の美女か。そうなんだよな、そうなんだよな。いや、まあ3、花壇3あると嬉しいよね。3あると嬉しいな。まあ、まあ向こうは最低でも2だよね。むちゃするな、頑張れ。まあでも2で全然いいんじゃないか。2でもいいよ。いや2だとこっちの余裕は大丈夫。あ、大丈夫。カード減ってきた方が出しやすいこともあるからね。そうだね。お題。そろそろワンピースの話したいんじゃない？小麦だ。そろそろね。海賊が、はい、海賊がもし赤なら確実に絶対に来る。信じる。ああ、来るよ。さすがに。海賊。でも、もしかしたら最後に決めようって思ってる。あ、最後に。ああね。締めたいか。でもなんか共通が1しかないと言いにくいよね。海賊太平洋とかオールドブルーだったらすぐ分かるけど、ね、多分ね、ワンピースぐらい長期連載なんてこのキーワード全部埋めれる。そうね、玉ねぎもいるし、確かに玉ねぎいたな。確かに、それはそうだね、全部あるわ。台所、玉ねぎ、太平洋、海賊で、美女もそうだし、美女もあるな。サビサビもいたし、海賊キーのマークもあるからね、ドクロマーク、ね、美女トルネード台所とか全部いけるよ。全然いけるね。逆にむずいか、ワンピできたら。
逆にワンピでくくれないやつなんだろうな。床とか。ないと思うけどな。ちょっとこのとこ今日のこの何ワンピ多くないか逆に。確かに。床ワンピ要素いける。ワンピ要素多くないか。床はまあいけるじゃない。まあ、あるあるね、床ね。床あるか。床ないやろ。床床のみの能力者とかいるやろ。ないだろう。床のみ。どういう能力なの？床を生成するんじゃない？男の身かわいい。男の身かわいい。めっちゃかわいい。足跡。悩んでるよ。ワンピが使えないと今、解明された今。悩んでくるのか。あ、まあ、悩んでる。悩んでる。なんか近いカード、連想のカード多いから、なんか多分これ悩んでるんだと思う。ギアと海賊の時点で、一番最初もうそれ見てワンピース言ってくるよね、多分。ギアが、あ、そうか、そうだね。海賊、いや、でも多分他に、他のものがちょっと余計な要素すぎて、これは黒いじゃない？結構難しいんじゃないかな。これが海賊黒だったら、そう思う。あ、そうだね。海賊黒だったらやばい。海賊黒だとしたら、ハロウィンちょっと危険だったかな。危なかったね。確かに、うん、ちょっと危険だったかも。さあ、てんてん、お時間いっぱい。一般人の可能性もあるんだよね、カードは。一般人はまあまあまあ。まあ、聞きたくはないけど、うん、まあまあまあ、まあ、敵の色を引くとか黒を引くよりは全然。うんうんうん。まあ、青引いてほしいな。青引いてほしいね。そしたらだいぶ気持ちね、楽になるよね。そう。割と失敗したら痛いよね、これ。失敗したら痛いかもしれない。ネオピピ、ネオピピじゃない、てんてんめっちゃ考えてるな。考えてる。めっちゃ考えてるね。難しいのか、多分。うめき声が聞こえる。うめき声が。いや、でもね、うめきたくなるんよ、これ、本当に。口塞がれてるか、ね、もしかして。口止めされてる。呪音来てる、呪音。呪音になってる。エッジボイスが。呪音が、呪音来てる。顔かわいいのに。綺麗なエッジボイスですね。そういう問題？ちょっと。苦しみ頑張れ苦しんでるね大丈夫か塞がれてることによるのみでしょうひらめきの大丈夫かちょっと待って何なんだろう気になるどのカードがめっちゃ悩んでるから難しいんだろうね残ってむずそうだね要素が被ってるんだろうなお疲れ、うん、だからこれ出したいけどこれ出したら他のカード引いちゃうかも楽になっちゃいなよ2個ぐらいでいいんじゃないいや全然いつよくれてもドボン引くよりはいいんじゃない2枚ぐらいくれてもいいんすよ育児なしって罵ったるわ有名まだ勝ち負けも決まってねえ人になんか言ってますよ有名あいつらあれあら俺は何も言ってないっす俺は何も言ってないっす色で分けられる世界だからあれ全てネオピの発言ってこと色で分けられる世界だからあれマジか個人は保てない団体責任だよ青だと思われてるからネムピの発言はレンカちゃんの発言だよやべ、うん、引いてはジュームちゃんの発言でもあるからね喋れないのに今巻き込まれていくタイプ怖いよこの人悩んでる、ね、でも出てこないねなかなかない起きたおお？ね？革靴いや革靴じゃない革靴じゃない靴じゃないえ皮どっちも革だようん革だねあ違う革ベルトめっちゃ見間違えてるじゃん。でもこんな、はいはいはい、なんで2種類？牛あサトウキビ。牛以外だしね。美女。さすがに美女の皮剥がねえだろ。でもさ、それだったらどっちもさ、2個目の皮で解決するんだよね。いやそうなんだ。牛の皮もベルトの皮もだから1個目の皮で言うと玉ねぎか。玉ねぎもあるよね。あ美女。玉ねぎありそうだけど。皮膚ってこと美女の皮膚もあるよねそういうことでしょ皮膚の皮じゃない皮膚の皮ではあるよ怖い怖い何もね論理的に外れてないあれはまあウッドの木の皮みたいなところもまあギリあ樹皮あるか、ね、色を関連付けられるどれだろ う, だったらうでもさ海賊とかも革製品使ってるイメージないないかそうか海賊以外の人間は革製品使わないってさ、まあ、使っちゃいるだろうけどよちょっとおもろかったねなんか革製品のイメージないある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 よねあるよねこの3つじゃない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 まずベルトじゃないそうだねあーそうだ、ね、なんか平らっていう感じとあの2個目の革っていう感じちょっと似てるな、うん牛とベルトだったら本当だ似てるね形が似てるねスルーされちゃったじゃあベルトかなベルト行くかベルト開けてみますはい
3、2、1、ドン。ベルトおいしあま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 あ、まあ、もう一個ですよ、もう一個、もう一個の皮だよね。でもこれだと動物の皮を、うん、美女じゃない美女のこと動物って言わないで動物、人間は動物だから人間はね、生物比較って動物の生皮だからで、じゃ あこういう感じ、こういう単語あるし、この熟語存在するとしたら知らないけど、玉ねぎか比較か、比較でも玉ねぎ存在するんだね、あるあるある、動物の皮、はい、玉ねぎもあるんじゃない、最初の皮にかかってるから牛皮、うん、牛か、あ、牛かな、牛か、まあ、確かに牛の皮をこの何右の皮とかは書かないから、うん、左のこの皮を出して玉ねぎと差別化をしたのかな、うん、ああね、いや牛、そう考えると牛ありそうだな、え、わからん、え、比較って牛あるのかな、これ調べていいのこれって、いいよ、牛、牛でも動物の生皮のことでしょ？って書いてあったよ、うん、あ、牛皮、牛皮あるある、でも牛皮あるな、でもそうなったらじゃあ左の皮はいらんくない、え、でも比較って、いや比較っていう単語がある、そうそうそう、そうだけど動物の生皮っていう意味、うん、でも牛皮にすると直接すぎる、うん、あ、でもそれでも皮でよかったんじゃない、あれだね、書いちゃったんだね、右側の皮、そうそうそう、単語でも伝わったんじゃない、それ、それと牛が連想されなかった、右側だけだとね、ちょっとゲシュタルト崩壊しちゃって分かんないかも皮だけだと牛は連想しない、ね、一文字だと、あ、本当、でも牛皮の皮は右の皮だよね、え、右の文字牛味あると思うよ、ゲシュタルトしてきたわ牛行くか、じゃあ牛か、牛か、牛、誰か、でも思いのほかシンプルな組み合わせだよ ね、 うだね、悩んでたものに対してなんかあるんじゃない、開いていいと思う、開くか、大丈夫、行こう、行くぞ、よし、やったなんかミスんないななんかミスんないな、さすがに3問目終了するか、じゃあ学んでんな、うまいな、うまいな、スパイマスター、じゃあ終了しますか、追加はなし、いや今のところわかんないもんね、他が、うん、そうね、そうね、全部めくってるかな、うん、めくってる、じゃあ終わります、すごい、こんな、うん、ジムちゃん4問、4問いけるか、頑張れ、俺ら頑張るよ、俺ら全然頑張るよ、もう向こう勝手に自滅してくれるよこれ、今も欲しいけど全然、いやでもジムちゃんのペースでいいよ、全然全然いいよ、無理ならあんまし情報を落とさないように2問で逆にそう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 、だって向こうも次のターンで ね、 そう落とす可能性があるから、うん、全然無理しなくていい、まあ、あれかもなっていう推測が立っちゃうから、じゃあうちのチームはこれだなっていうことにもなりかねないからね、そうそうそう、あんまし4ついけないな、1位とか2の方がいいかも、ああ思いついたのでいいよ、確実に拾ってっから、勝ちて、そう勝ちて俺たち勝ちて勝ちて、人数が少ないからここ勝たないとギャフンと言わせれない、そう今んとこノーミスだね、そうだね、すごいね、ノーミスだからこそこの1が引っ張ってる、最初のハンデの、うん、先行ハンデの位置が確かにな、うん、先行だから、そう先行の方が強いから、こういうのは先行って強いんだ、 3って言われたらやっぱ4とかいかないと、スパイマスターの期待に応えないとじゃない、そんな精神あった、ジムちゃんにその精神あったかそのプラス1も加味して、いや実際4いけるだろうけど3って言っとこう、あの2人ならきっとプラス1を聞いてくれるよねっていう、ヒントがない、ヒントがないのよ、4やらないのそれは、いや、まあ、それはいやだって、じゃあ、じゃあそう、うん、団子は何だったんですかって話よ、団子、いや団子は俺ねないと思うんだよね、団子はうっかりさんでしょ、ああうっかりさんだと思う、ジムちゃんでうっかりだったんだと思うよ、こんなに言っててジムちゃんいいとしてたらもう今多分泣いてるよ、多分ミートにしながら泣いてる、だって2だったんだもん、だって2だったんだ、してないのが当たりで引いてもらってってるパターンあるからね、実際前回確かに僕スポットはヒント出してないんですけど、引いてもらったんですよ僕ああ確かにそう、確かに、あ、いやでもあれはスプリングカフェだよね、なあ、そう花見プラペチーノでよかったんだよ、そうだよねえ、団子のことをなかったことにするんですか、いや団子はそれね、違いますね、そんなこと言ったら美女いっちゃうよ
ビジョン。花男しちゃうよ僕。だんだんジムちゃん要素だったのかもしれない。花男しちゃうよ僕は。次も。もちゃを入れたかったのかもしれない。もちゃ要素だったのかも。そう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 。花見もちゃフラペチーノだったのか。もちゃ要素でしょ。花見もちゃフラペチーノ？そういうこと。花見もちゃフラペチーノ。だと思うよ多分。字が出すぎじゃない。ジムちゃんとこのもちゃ食べれるらしいからね。ねえ、そうそうそう。台所じゃない？玉ねぎじゃない？台所か。とりあえずそれは団子とイコールだからいらないんだよな今のところ。団子マジで何だった後で聞こうぜ。え、だって団子があったら3になってるはずだしな。そうなんだよな。団子。いやそれはもうプラス1を加味してる。団子これミスリードというか伏線なのかな本当にこの後に。え、マジ？プラス1加味してた？さあお時間いっぱい。いや加味はして、あでも加味して。え、でもさ、そこはなかった僕たちが。もしかしてこの後のヒントで、え、団子ってこのことだーってなるのかな。え、マジ？団子は多分フラグ回収来るか。花見フラペチーノ、来た。ビーナス誕生。ビーナス誕生？まあ、美女でしょ。ビーナス誕生。美女なのか。ビーナス誕生。誕生。美女誕生。ビーナス誕生に何があった。ちょっと待って。トルネードかむずいな。美女以外なんかあるかこれ。トルネードじゃない。トルネードはでなりそうだけど。トルネードで。ビーナス生まれたらトルネードぐらいにはなりそうだね。なりそうなビーナス生まれるトルネードぐらいになるの？あの何かの破壊で。ビーナスってさ、なんか貝殻みたいなのにいるやつ？あ、そうだ。あの貝。あれがビーナスなのか。ビーナスってもっとなんか広い。意味になっちゃうか。でもそう、イメージ的には貝殻のやつがビーナスだよね。だとしたら太平洋とかかなって思ったけど。太平洋。まあ後ろ海広がってるか。あれ。そう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 。でも違う。ミロのビーナスとか。まあそれもビーナスだよね。え、そんな広いのビーナスって。あのビーナスって金星って意味もあるよ。セーラービーナス。あ、言い過ぎちゃったかな、言い過ぎちゃったかなこれ。あーやべ、ヒント与えすぎちゃったかな。金星なんだっけ。わかるね。これは金星のものなくない。ビーナスの誕生ってでもあの貝殻のやつだよな。イメージ違うかな。いやイメージそれぐらいしか逆にあんましイメージないけど。あれ貝殻じゃなくて玉ねぎだったんじゃない。あれ玉ねぎ。玉ねぎだったかあれ。生まれてるのかあれ。あれ玉ねぎだったか。そんなサザエさんみたいな誕生あるんだ。え。他に当てはまるのがない。待って考えたい考えたい。待ってジムちゃんが2にしてるっていうのをちゃんと考えなきゃいけない。ワンチ玉ねぎ。あ、そうだよね。2しかないってことだもんね。え？誕生。佐藤さんとかではないよね。違うよね。誕生ビーナスだけでいいもんね。美女だったらそうだよね、うん、ってことは誕生もあるってことだよね。じゃあ誕生と団子が結びついてるんでこれ絶対団子誕生ってことってことは誕生日団子が存在する。やっぱ台所かな。じゃあ台所、やっぱ台所か、まあ、やっぱ農園で生まれるかもしれないしね。ビーナスほな台所か。台所で団子作るしね。あの石灰の原材料が貝とかじゃないか。ちょっと調べていい。誕生日団子なんかあった気がする。石灰の原材料貝じゃなかったっけ。石灰って何。左上に書いてあるでしょ。なんかドクターストーンで書いてあった気がする。石灰は貝殻あるね。あった気がする。これじゃないか。誕生ビーナス誕生で、あの貝殻と美女がやっぱ連想するので石灰じゃないか。これジムちゃんの意図してることじゃない。なるほど。じゃあ貝なければビジョ開けるか一旦。まあビジョ開けよう。うん。貝殻は太平洋かと思ったけど、まあ貝殻は海じゃないらしいしな。引きずるぜ。仲間だぞ今。引きずるぜ。さっきも仲間だったんだけど。いや僕はもうひらめいちゃったから、多分もうこれ以外新たな何かが出ないと石灰押しちゃうな。わかった。いいよ。レンカちゃん、あ、ない。いいよ。大丈夫。いや、考えすぎじゃない。いや、むずい。石灰か太平洋だと。それは。ネムスケ様の言うとおり。難しいから。あ、まあ、ネムピの言うとおりか行くぞ、じゃあ。はい。チュー。おー、しゃー。なるほどね。これこそまさに。じゃあ、ちょっと候補に入れて、次考えるか。そうですね。太平洋かでもどうなんだろうな。石灰、結構来たと思ったんだけど。いや、これこそまさにお石灰ってことなんじゃないですか。定鉄やろこれ。今どう反応するのが正解なの。泣いちゃう泣いちゃう。犬飼さん泣いちゃうから全然大丈夫よ。全然定鉄の理解度声が震えてる。今情報員だから全然大丈夫。
今のはテイテツ疑われてもしょうがなかった、うん、疑われるか、確かにね、疑われるな。テイテツより全然クオリティ高いでしょ。テイテツじゃないんですよ。おせっかいね。なるほどね。全文字拾ってるから。そういうのもあるよね。全文字拾ってるね。テイテツ2しか被ってないからね、やっぱり。それがおもろいんだよな。テイテツだ許せないんだね。レベル低かったんだ、レベル低い。テイテツのダジャレはレベルが低い。なるほどね。そんなにマジモンのテイテツ思ってないから。天使ちゃん顔が隠れてるよ、もうなんか。もうジュンちゃんも隠れてるよ。仮面みたい。仮面みたいの。生まれながらのスパイマスター。すごいよ。うむって、うなずいてる。なんだったんだ。ここワンターンもう一回もらえるかどうか、だいぶ大事だな。そうだね。これ3だからな。これが、3はね、マジで3、ワンターンで拾ってくる可能性はある。ね、3いけるかつだよね。あるんですよ。頼む、小麦だ。ワンチャン俺らの拾ってくんないかなとも思ってるよ。太平洋危なそうだなって思う。小麦だはそんなことしない。太平洋か。うか。いやでも太平洋が相手の場合もあるからね、全然ね。いや太平洋でも、いやでも誕生、でも誕生だよ。いや怪異のイメージあるからなと思ったんだけどね。そうだね、むずいな誕生ね。ミロのヴィーナスだとしてもちょっと石灰っぽいよね。確かに。さあ、これ簡単ね。合ってる？でも2か。合ってる？2だと。でもえ佐藤佐藤刻んできた。あーなるほどね。あ2か、なるほどね、うん、確実にしてきた。ターン返したこと後悔させてやろうぜ、ジムちゃん。三時の差じゃないよねこれ。いや、じゃあ三時って言うだろう。三時探せ、三時探せ。三時って言うだろう。いるかもしんねえ。太平洋めくったらいるかもしんねえ。台所玉ねぎ海賊あたりは三時かもしれない。そうだよ、海賊めくったら三時だな。そうだよ。出るならもう小麦だは出してんだよ。出してるか。言いたいに決まってるだろう。これはでも佐藤サビじゃない？佐藤いきますかじゃあ。まあ、これはそうだな。はい、じゃあやっちゃってくださいよ。はい、イニシャルサーだもんね。はい。サビじゃない？いきますよ。はい。はい。ジムちゃん頼む。ワンちゃん来た。これさすがにもう一枚。任せて、笑顔してるな。いやもう一枚。うん、ターンエンドでいいんじゃない？いやもう一枚はきつくない？敵チームのやつ引いたら終わりなんですよ。あ、確かそうか。そう。黒だったワイもあれだけど。もう一枚きついんじゃない？さすがに。いやまあ黒引いちゃっても全然いいけどね。ダメですよ。全然いいけどね。ダメですよ。こっちとしては得しかないか。あ、そう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 。全然黒引いても。確かに黒怖いね。行っとくか。あらあら。ひよっちゃこれジム姫によります。いやこれね多分ねむずいと思う。任せてって笑顔ずっとしてる。あつくけんね。なんか首かしげてるよ。多分これ苦しいよ。絶対苦しいよ。任せてネムちゃんって。でもだって今任せてって。今のところこのゲームで唯一ミスってるのそっちのチームだからな。確かに。ミスじゃないから。事実ミスじゃない、ミスじゃない。ミスじゃない、ミスじゃない。一般人だからこれ。ミスは相手のやつ引いてるから。ただの一般人をスパイだと言っている精神病なんですか？いや、なりうる。なりうるよ、全然。一般人をスパイに。このおじいさんが？このおじいさんが。今後。未来になりうるよ、全然。ほっといてたら、多分敵スパイに入ってるよ、これ。そうそうそう。全然伸びしろあるから。伸びしろある、こっから。伸びしろしかないわ。全然なれるよ。俺がスカウトするよ、なんだったら。人材調達すな。俺がスカウトするならそれはもう青チームなのでは。じゃあ勝ちってことで。ほな勝ちってことで。おじいさんを今から育成するんですかスパイに。時間も金もねえな。だってもう何言ってるのか分からんけどっていう顔してますよ。だってこのおじいさん左上の。せっかいって名前ついてるからな。確かに。ああ、コードネーム世界。そうなんだよな。確かに。一般人もコードネームついてるのか。ちょっとグラウンドに世界引くおじいさんかもしれない。用務員さん。コードというか。世界じいさんって世界って言われてるんだ。グラウンドに世界の世界じいさんか。これ。いや、これむずいか。三共通はむずそうだな。三難しそうだね。本当に全然難易度違うんだよ。でもさっきのビジョンをもう一回継続して2で考えてもらっていいから、ジムちゃんは難しい。ちょっと待って、冷静にさ、あれこのグラさんのおっさんコードネーム美女ってやばくない？本当だ。確かに。
やべえ。こちら。本当だ。どうして。多分あれなんだろうな、ハニートラップが得意な、めっちゃモテるんだろうな、えぐいメンタルしてるな、この人。美女っていうコードネームにしといて、実は男っていう、そういう。あーね、惑わせる的なね。怪盗キットみたいに、もう、ちょっとびっくりしちゃうな。そういうことか。なるほどね。めっちゃおもろいやん、それ。おもろ。次のお前のチームアップするメンバーは、コードネーム美女だ。ちょっとドキドキしちゃう。どんな人が来るんだろう。ウキウキ。ゴリゴリの人来るね。ういっす。おさんが来ると、あーってなる、ね、結構強めの、あーそうだ、俺がコードネーム美女だ、がっかりしちゃうよ。結構終盤で出てくるタイプの人じゃんそれ。ワンピースに出てきそう、コードネーム美女のおっさん。出てきそう。こんなスイミングのゴーグルみたいなサングラスつけて。ヴィーナス誕生が1個ないんだもんね。そうだよね。ヴィーナスはもう1回拾える。そうヴィーナス拾い3本だしね。あー拾いつつ、こんだけ悩んでるってことはワンチャン太平洋じゃない、ワンチャン太平洋じゃない可能性はある。確かに、だって2個で関連すればいいだけだからね。太平洋、そうだよね。こんだけ悩んでるってことは太平洋じゃないよ。レンカちゃん眠いやちゃんって言ってるかもしんない。レンカちゃん眠すけちゃんって、眠ちゃん眠すけちゃんって、私の願いが届かない、届かないよね、むすけちゃん。ティファールのシール、ティファールのシール、ちょっと待って、取っ手が取れちゃうかもしれないぞ。ティファールのシールって、ティファールって巻くやつで合ってる。そう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 、それポットもいいね。それもそうだよ、ポットもあるよ。ポットか、ポットとフライパンかな。フライパン、フライパンか。取っ手の取れるティファールか、あの、うん、ポットだね。シールって何、台所じゃないか。じゃあシールがね、ちょっとわかんないけど、シールロゴとかじゃなくて、ティファールのロゴって何？え、これ英語なのもなんか意味あったりする？あ、ティファ、いや、ティファールっていう正式名称だよね、これ多分打ってきたんだよね。シール、ティファール、シールは平らなところに貼るぜってやつ。いや、そんなことないな。ティファール、テフロンとアルミニウムを足した造語らしいよ、ティファールって。あ、そうだったんだ。なんだ、そこまで、ね、粘着ガム。まあ、でも台所がまあちょっと熱くなるよね。ディファール。まあまあまあ。でもシールなのがさ、シールな。わかんなくない？シール。待って、むずいぞジムちゃん。ジムちゃんむずいぞシール。ディファールのシール。でも貼れるとこって言ったら平らとか床とかウッド。あ、確かに。ウッド、あ、樹皮を思い浮かべてたわ今。デスクとかね、ああいうね、木のね。あ、そういうこと。あ、そっか、ザナザラヤンって思ったけど、いや木もあるかと思ったし、木だったら貼れないか、ね、ポケモンシールね。シール全然机の方だと思った。もう子供はどこにでも貼るから、その基準で言ったらダメだろ、うん、そうだよね。俺ちょっとどこにでも貼っちゃうからな。多分海賊船にも貼るよこれ。全然貼るな。海賊船にもポケモンシール貼るよきっと。え、マークが言いたかったとかじゃないかな。違うか。むずい。なんかそれだったらロゴとかにしそうな気もするな。でわからん。ちょっとむずいね。これむずい。ティファールだもんな。ティファールはさすがに台所だと思いたいけど。あ、そうか。確かにティファールであることの意味は何？ワンチャンこれさ、ティファールのシールなんじゃなくて、ティファールとシールだったりする。だとしても、だとしてもハモっちゃった。だとしてもなんだよ。え、台所は確定ってこと？台所は確定でいいんじゃない？これ多分台所外したら、あの、うん、どの道たどり着けてないから、台所は1個開けちゃおうぜ。そうだね。はい、お願いします。 OKOK 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 OK。 シールってことだよね。助けて、シール行かないで。ただヴィーナス誕生もまだ絡んでるから推測終了。ヴィーナス誕生と団子とシールだよ。団子はないな。団子はここまで来てないっしょ。団子はないんじゃないか。ああ、そう言ってるのにジムちゃんが今泣いてるの。ティファールのシール、ティファールのシール。マジで難しい。もうわかんねえ。適当なこじづけもできないぞ今。ガム、シール。単純に考えちゃダメ。ガムのま、貼る、粘着。向こうもなんか普通に考えてくれてるもんな今。ときたくて。正直どれかもわからないので、思ってること全部言ってる、うん、え、いい問題
謎解き用意してくれた最後に。マークじゃないか、違うか。シールが何かって話だよな。ディファール、ディファールはもう台所の方で、そう、多分台所だと思うんだよね。でもさ、これで言ったらマークじゃない？違うか。まあでもマークが一番ぽいよね。ぽいよね。ぽいぐらいな感じなんだよな。印象ぽいんだよね。ただ貼る場所って考えたら床とかね、平らなとこって感じだけど。平らなところはちょっとあるね。だから平らなところ、シールに関するのはね。でもマークかな。ヒファールのシール、まあ、ロゴに近いイメージもあるしね。そう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 、ロゴマーク、ロゴって書くとちょっとあれだから、そうか、直接だから、ファールのロゴ、ロゴの方がありそうな気がするけど。いや、ロゴの方があるよな。僕もロゴがあるせいでね、なんかマーク、いや、言い換えじゃないから、ロゴとマークはさ、うん、あり、ヒント的にはありだと思うんだよね。ヴィーナスが誕生したばっかりだから平らだった。ビーナスは誕生したばっかりだから、シールの C で海賊とか言う？いやあ、そうすると太平洋もね、そうなんだ、太平洋もね、そうだった。海っていうのは何にでもつながるんだよ、生命だから。ファールのシールでも床に貼らないよね。そもそもティファールのシールって自分で貼るのか。ティファールのシールは工場の人が一生懸命つけるんじゃない。ティファールに貼ってんのか。マジでむずい、マジでむずい。平ら、そろそろ決めなきゃね、時間も。平らじゃない？平ら？じゃあ消去法で。平ら？違うかな。違うかな。責任に全部しっくりこないなと思って。どれ女子なら、女子また責任を押し付けるんですか。責任取ってやめてくれるか。やめる。VTuber を。だってな、何があるんですかって、これ以外に。シビアな世界観すぎる。あ、いや正直ね、どれもわからん。いや、そうなのよね、そうなのよね。僕マーク。じゃあマークでいこう。オッケー、はい、じゃあマーク押せよ。はい、はどうだ。おー、きた。おー、これはビーナスじゃない？聞かないと。ビーナス、ビーナスじゃない？いや、推測的にはビーナスだね。まあ一個ね、余ってるっていう考え方ならビーナスだよね。そう、ただこれの他に何がビーナスがあったのならもうな、分かんないよね。なんか楽園と農園間違えてる可能性もあるよ。マジで言ってる？マジで言ってる？まずいな。農園生まれのビーナスあるかもな。農園と楽園間違えてるだけの可能性もあるよ。でもこれで世界が違うなら太平洋ビーナス、まあ太平洋かな。いいよ、太平洋行こう、うん、はい、じゃあ開けます。 OK、 行こう。ちゃうか。よっしゃすごー。やったー、マジかよ。当たりにかったよね。やったすごい、当ててくれてありがとう。優秀な情報員とスパイマスターが揃ってますから、こちら。そうだね、ありがとう。ビーナス誕生、海に浮いてるもんね。ちょっと答え合わせして、ジムちゃん。不安な部分を。ごめんね。最初のハロウィンは、ミイラとヨルとジャックで会ってて、うん、で花見団子フラペチーノはとりあえず春の新作と絡めてどなんかスプリングとカフェをどうしてもうまく絡めたかったからスタバの新作の名前をそのまま出した。あ、そうなんだ。そうなんだ。春の新作、やばい俺たちが今新作のやつで、疎いばかりにな。でヴィーナス誕生はあのレンカタンが言ってたように美女と太平洋、海があるからって、まあ、海、そう、海と思って。実在だったわら。で、のシールはロゴだと直接的すぎてちょっとあれかなと思って、ね、なんかこう うまくこう逃れるためにシールにしてみたくて、ね、ちょっとジムちゃんのレビュー違反を恐れる気持ちが。クソ、平らおせばよかった。全然伝わった、ね。いや難しいと思って。いや、いいわ、うまい。でも完璧な推理だったんじゃない。でも本当お二人がめっちゃ推測してくれたおかげで、いや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 、ありがとうございます。先行だったら勝ってたし。確かに、確かにね、確かにね。っていうかよ、先行だ、海賊ガンドリよ、なんで言わせてくれてんだよ。なんでお前ベージュ色してんだ。いい加減にしろよ。海賊がね、いろんなとこで出るように、いい加減にしろよ。
海のこと直接的言うとさ、太平洋で海賊も入っちゃうから、あーうまいね。どうしても太平洋海関係じゃない感じにしなきゃいけなくて難しい。打ち切れてしちゃう。難しそう。それでヴィーナス誕生なのがすごいけどね。確かに、なるほどね。ヴィーナス誕生よかったよ。海賊っぽくはないんだよな、ヴィーナス誕生は。うん、マジですごいわ。うまい、これ美女と海で床にシール貼るって言い出した時はちょっと焦ったいいねと思ったけどね。ごい相手のやつだけ聞いてたらこういうやつおると思って。あと床だったんだ。床候補上がっててちょっとやばかった。そしたら逆転だったから。いやーナイスすぎる。いやごめん、全然貼っちゃうの俺。めっちゃチームワークを見せつけちまった。床って何、浮いてね。床だけ浮いてね。床浮いてる。全部から浮いてないよ。むずいね。全部からむずいよね。何も一緒だ。何もくっつけられなくね。何もないね。確かに赤とはくっつかないか。床くっつかないんだよ。どう考えても余るわと思って床が余っちゃった。床むずいね。床むずかった、うん、確かに床ちょっとこの赤の色だと難しそうだね。いやめっちゃむずかったよ、ね、関連がないもんね。うん、うん、いやでもなんか他のついてきそうだな。浮いてる床とは無能。おもろかった、はい、というわけでゲームフィニッシュで、めっちゃ難しかったね。ノーミスなのに負けたで。あ、そっか、ノーミスだからあんまし疑問もないのか赤チームは。そうなんですよ、ね、めちゃくちゃ的確だったと思うよ。わかりやすごいわ。これはどっちかがミスるまでは試合だったね。ひりついた試合やったね。ひりついたね。負けられない試合って感じだった。うん、悔しいわ。悔しい、ね。悔しい。床があったのがもうダメだわ。床どう、ね、どういう床、ね、どうやって伝えようと思ってた床来てた。床最後はもう天井の逆ですね。天井の逆。なるほど。なるほど。わかりやすい、わかりやすい。いいじゃん。天井の逆ね。天井の逆。天井の逆。いいね。それはそうすぎて笑った。おもろかったね。めっちゃ最後。コードネームは。いやー、ちょっと緊張。こんな配信で黙っていいのって思ってんな。天使ちゃんいなくて寂しかったわ。確かに。めちゃくちゃ静かだったね。寂しかった。本当僕はみんな枠持ってほしかったなって思ってたよね。そうだね。コードネームやる。確かにね。そうそう、スパイマスター側がさ、自由に喋れるからさ、枠持ってると。確かにな。だからリスナーさんとね、あの考えたりもありだったんだよ。あーそっか。そうなんでまたね、興味あれば。また興味ある。ボドゲ楽しいね。7人いるとボドゲってちょうどいいからさ、またなんかね、わちゃわちゃできて楽しいわ。いや今日は遅い1時になっちゃいましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。ぬるりと終わりますか。終わりましょう。じゃあいつもの掛け声だけいただきましょうか。いつもの掛け声好きなんだよな、このグダグダのあれ。なんだっけあれでは。え、なんだっけ。え、どうやって揃えるんだっけ声。せ、せーのじゃない。せーのじゃない。せーの。なーにゃ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 ー。はい、じゃあいきますか。はい、はい、じゃあ終わります。せーの、友情せーか。おやすみ。おやすみ。おやすみ。